はいみなさんこんにちは歴戦にこちの森馬ですえ V マジック攻略講座え民法第一回えこちらを始めていきたいと思いますさあ今日からまあ V マジック攻略講座といった形で合格を目指してまあ一緒に勉強していくという形になります、えー、よろしくお願いします でまず、まあ、この講座なんですけれども、こちらの V マジックというテキストを使っていきますからこちらをお手元にお出しいただければと思います、えー、今回は民法1の第2版ですす。ね。こちらになりますで無料体験の方もこちらが手元にあれば、まあ、YouTube だとかあ、まあ、で受けることができますからぜひ最後まで聞いていただければというふうふに思いますがさあ今日からこちら始まっていきますけれども、この講座はですね、なかなかまあハードではあります。 年内のところでしっかりインプットしていこうといった形になります。まずはご受講ありがとうございます。まあたくさんの講座がある中で、まあこの講座を選んでこう一緒に勉強していきたいというふうに思っていただいたわけですから、こちらも精一杯答えていきたいというふうに思いますね。まあこの講座を取ってよかった、まあ合格できた、まあそんな形でまあ一年間過ごせるようにお話をしていきたいと思いますから、まあぜひ最後まで聞いていただければあいうふうに思います。で、まあハードだというふうにお話をしましたけれども。 まあやっぱり勉強というのはハードなわけですよねですから、パンフレットなんかにもまあ例えば、その独学の時間が大事だよといったお話が書いてありますもちろん講義で全部やりますからそれを身につければいいですよというふうにまあ書いてあればあじゃあ受けてみようかなというふうに思う人もまあ増えるかなというふうに思うんですけれどが本音で勝負していきたいと思うんですねそうするとやっぱり勉強の中心というのは講義を聞いて復習していく覚えていく思い出せるようにしていくここなんですよ。 ですからまあそこはしっかりこうやらなければいけないのでまあその部分、ですね、えー、しっかりやってほしいですから、講義以外の時間もしっかりもちろん勉強をやらなければ受からないのでまあ講義を聞いてばかりいるわけにもいきませんですから講義も,もう本当にこう密度高く圧縮をして、まあ、皆さんがまあ忙しい中で講義聞けるような回数に設定しました。 その分、その復習をしっかりやってもらいたいという,ふうに思います。基礎的なところとかもう言わなくても分かるようなところを講義で言っていって時間を使うようなことはしたくありませんから、まあ、極力ですね回数の方は多くしておりませんですから、しっかりその復習のところをやっていただければあ,あいう,ふうに思います。で、この講義なんですけれどももういろんなレベルの方が受講しているかなと思いますまだ自信ないよって方もいるでしょうしもう自信もあると。 もう合格レベルだとだけど、もうその先の力をつけたい、まあ、あのどんな方でも受講できるかなと思いますがえこちらのですね復習問題集というものがありますが、まあ、こちらのまず1ページのところにその V マジック攻略講座の講,じ講義進度表というものが書いてありますでこれはどの科目で配布するものも最初につけておきますから1回目の講義でどこまでやるよと2回目の講義でどこまでやるよというふうふに書いてあります。で そのレジュメの2ページ、問題集の方の2ページの方に講座の利用法というふうに書いてありますが自信がない、ちょっとまだ勉強が出遅れているよって方はしっかり予習をしてから望む予習型こちらで勉強してほしいというふうふに思いますねで。そもそもこの本というものは市販されている本ですからもう自分で読むことができるようには書いてあります。 ですから、まあ、読めば一通りのことは勉強できるよそんな形で自信を持って売っているわけですよですからもう予習もしやすいと思いますしっかり予習でやってでそれで講義のところで知識を補充していくあそういうことだったのかってより深く理解するそういうふうに勉強していただきたいというふうに思います。であそれはは、大丈夫だと、もう結構勉強進んでいるよって方は、まあ 予習は最低限にして、復習ですね、え講義を聞いた後にそのポイントに従って読み込むといったところ、まあ、そんな勉強していただければいいかなというふうに思います。ということで、まあ、講義にちょっとついていけないということはないと思いますが、まあ、講義が難しいよというふうに感じてしまう方、まあ、例えば今日聞いていただいて、ちょっと難しいなという方は、しっかり予習をしてから臨むああいうことによって講義を十分に利用することができるかなというふうに思います。ということで、2ページのところにえ講座の利用法書いてありますが、あ予習型、復習 型ちょっと早めに決めていただいて予習をして講義に臨むのかそれとも復習の方ににたっぷり時間を使うのかといったところですねちょっと早めに決めていただければと思いますであとは復習のところで問題演習の仕方なども書いてありますからぜひちょっと見ておいてくださいでその復習なんですけれども基本的には年内のところはインプットこれを中心に勉強してほしいという講座ですね。 でやっぱりこの中上級者の方でどうしても頭打ちになってもうギリギリのところで何年も経ってしまうという方がいるんですが話を聞くとやっぱり土台の部分が細いしっかりしてないという方が多いんです。ですからこの講座はちょっと大変なようだけれどもその土台のところをしっかり年内に埋めていこうということになりますからその復習のところはしっかりインプットしていくで年明けの登練が始まりますからその1月以降の登練のところで科目別の登練のところでしっかり演習していく。 してもらうと場合によってはそこで過去問なんかもしっかりやってもらうそのようなところで勉強してほしい。で インプットをしっかりやっておけば年明けの当連がもうアウトプットということでかなり効率よく勉強できますからまずはそのインプットのところをしっかり土台を作ってもらうといった形になりますですからまずは講義を聞いてまあ予習する方を予習して講義を聞いて復習するインプットをしていくで講義でやったことを理解をして思い出せるようにしていくというところがまず前提として頑張っていただきたいんですがで演習のところなんですけどまずちょっと演習まで時間がない。 えー、そこまで手が回りません過去問ままで手が回りませという方はもう最低限これだけやってほしいという問題がレジュメの方に入っておりますからあこの択一の問題のところをですねやっていただければと思いますでもうちょっと余裕があるよという方は、まあ、携帯小書紙でまとめてみたりあとは過去問ですね、これも年内に取り入れていただければ年明けが楽になりますから、まあ、そんな形でやっていただければと思います。ただもう一度言いますが年明けから 演習はたっぷりできますからまずは土台を作らなければアウトプットもできないわけですよ中途半端な理解中途半端な暗記でもって演習の方をやるから全部が中途半端になってしまうわけですね。ですから土台のところをまずしっかり作っていくのが前提ですから今言った演習のところはとにかくまあ無理しないでその分、しっかりインプットをまずはしていただければと思います、まあ、試験というのは最終的にはバランスが大事ですからインプットもアウトプットも大事なんですけれども、まずはしっかり土台を作っていきましょう ということですね。予習をして望むか、復習をしっかりやるかとあ言った形です。まあこの本についてはもうしっかりもう独学でできるように書いてありますが、まあ、講義を受けていただいたらまあ、それ以上に効率的に勉強できるようにしっかりお話はしていきたいというふうに思います。えー、ついてきてくださいね。でえっ、ー、とですね、一つお話を先にしておかなければいけないことがあって、でこちらの、うん、チラシというか。 案内ですねえ、これがあると思いますが、レックのフォロー制度のご案内ああいった形になっております。で、これはまあ質問制度がどうなってるかあ、質問制度がどうなっているかあっいるかああいった形になります。で、これがですね。通学で聞いていらっしゃる方はまあ、後ろに置いてありますから、1枚ずつ取ってですねえ。見ていただければと思います。で、通信の方はまあ、これ民法第1回の配信日以降にまあ、オンラインスタディ sp の民法1回目の版書が上がっているところと同じ場所に入っておりますから、あ是非。ぜひ 見ていいいただければとううふうに思いますで、まあ、去年までの講座と違って今年はチューター制度についてのフォローがなく講師に直接質問するえ講師に直接質問するという、まあ、講師への直接質問制度というものになっておりますからちょっとそこをよく理解をして質問の方ですねやっていただければと思いますがやっぱり うんまあ、今までチューターの方が質問に応じていた、まあそれも正確な回答ではあったんですけれども講義を聞いて回答するわけではありませんからやっぱりこうちょっとそこじゃないんだよねみたいなこともあったわけですねでもうちょっとちゃんと答えてほしいみたいなこともレックに言われたりしたわけですそこでまあ何か手はないかなということで、まあ、講師が答えるというのが一番だろうということで講師が回答に答えるよといった制度にしました。 でえー、これはですねオンラインスタディ SP 内の機能これを使ってやっていきますので、えー、それを使って質問していただいてで講師が回答します、まあ、ただ、一つ一つこうメールのように回答するわけではなくいくつかたまったものを動画で回答するですから、まあ、その質問に答える講義みたいなものがプラスされるんだというふうふに思っていただければと思います、まああのまあ、皆さんからどれぐらい質問があるか分かりませんが、まあ、一応1ヶ月から2ヶ月に1回程度はその復,習復習というか 回答の動画というものが配信できるかなというふうに思っておりますまたそれはですね、えー、オンライン SP のインフォメーション欄でご案内をしていくという形になりますがちょっとそこをチェックをしていただければというふうに思いますで。 あの一応、回答はですね、なるべく多くのものをは回答したいという,ふうに思うんですが、まあ、一応、全てに回答するというわけではないといった注意書きが書いてありますからそこだけご了承いただければと思いますが、まあ、学習効果が高いような質問についてもう全体に対してお話をしていく。で、 まあ、講義を、まあ、よく質問なんか受けると他の人の質問が役立つってこともあるんですね、公共師で質問していると私もその質問を聞いてみたいとかあるいは、あなるほどそういうふうに考えればいいのかですから、まあ、この動画ではです、ね、皆さんの質問を一対一で答えるのではなく、まあ、動画で多くの人に、まあ、全員に聞いてもらうってことによってその人が質問してあそういう疑問ってあるのねというふうなところは結構役立つんですね、だからそんな形の形をとっておりますからぜひこちらご利用いただければというふうに思います。 で従前のチューターの質問は答えておりませんので、えー、そこはですね、えー、気をつけていただければと思いますあと、プライベートに関わる質問だと、えー、公開の場で答えることがちょっと躊躇されますからあの個人情報の流出になりますのでちょっとそこはご遠慮いただければという,ふうに思います、まあ、そんな形のことが書いてありますがちょっとよくご覧になって利用していただければという,ふうに思いますで、まあ、このようにですね、まあ、質問制度がありますが 1、まあ、一対1で質問したいという方もいると思います。まあ あの質問をすれば受かるというわけではなくやっぱり知識を理解して記憶して覚えるということが最優先ですからもう質問のための質問例えばこの場合はどうなんですかとか、まあ、こういう考え方って整合性取れませんかみたいな、まあ、そういうです、ね、ちょっと学問的な質問とか架空の事例を使った質問というのは、まあ、実はそんなに合格に役立たないということはあるんですねですから、まあ、例えば質問すればいいというものではないですがただ、質問をどうしても貯めてしまって、えー、なんかですね 不安だという方もいると思いますから私の方もなるべく質問にはお答えしたいと思いますで夢というふうにえ通信制も含めたあこのようなフォロー制度で質問していくのとあとは生クラスの方ですねえあとはズームなんかも生クラスで申し込んでると思いますから Zoom の方も含めてえなるべく質問時間は取りたいと思いますどうしてもこの講義が火曜日と金曜日の夜ですから その講義が終わった後っていうのはやっぱりまあ終電もありますし私も帰らなければいけませんからまあ時間の制約があります、ですから毎週金曜日、とりあえずまあ質問が多ければまた変えますけれども毎週金曜日は私、早く来て質問に答えますので一応5時半には言おうと思います。ですからちょっと週1回金曜日 こちらの方5時半から待機してますで一応、5時半から6時、これズーム枠といった形で、えー、電話優先にします、ですから、まあ、ズームの方も生講義と同じ申し込みをしておりますから、ちょっとズームの方の電話優先という形で5時半から6時まで取りますので、その後6時からまあ講義始まる前まで、まあ、講義開始が遅れるところもありますから6時50分ぐらいまでとしますが、まあ、そこまでは一応、生クラスの方といった形の質問にお答えしたいと思います。 で、まあ、それでもちょっとですね応じきれないような場合にはもうちょっと時間を増やすとか別の日を設けるとか考えていきますけれどもそんな形で質問に対応していきたいというふうふに思いますのでぜひ何かあれば相談、質問していただければというふうふに思います。でのの方に関してはあの 金曜日毎週金曜日、講義ある日ですねちょっとスケジュール見ていただいて講義ある日の5時半から6時半まで,6時まで、えー、レック渋谷駅前本校の方に電話いただければ一、えー、人5分ほどこうつなげてお答えをしていきます、えー、言った形になりますので、ぜひなるべく質問には直接お答えする機会も設けたいと思いますからあそんな形で利用して,していただければというふうに思います。 今回はこの 1, 1巻目のテキストですね V マジック民法1こちらを110ページまでお話をするといった形になります、まあ、無料体験の方もいらっしゃるかというふうに思いますがこちらのテキストも使ってやっていきますのでぜひ一緒に聞いていただければというふうに思いますで今回はまあ代理の手前までですからそんなに難しい論点があるわけではありませんので、まあ、ちょっと勉強から離れてしまったという方も まあここなら大丈夫だという箇所かもしれませんのでそんな形で聞いていただければという,ふうに思いますちょっとまた次回から代理事項とそれから今度はその後は物件ですねで物件の中でも所有権などは改正も絡んできますからちょっとどん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 難しいところに入っていきますが、まあ、今日はちょっと序の口といったところで権利能力だとか意思表示だとか、まあ、その辺りのお話といった形になります。 ではいきましょうテキストをめくっていただくと第一編民法入門って形で、まあ、ここは中上級講座ですからそれほど詳しく触れる必要はないと思いますのでえ民法って何だろうか一般法と特別法だとかあそんなことが書いてありますあとは8ページのところから財産法の世界ということでえ物件とは何債権とは何とおいった形で書いてありますから まあ予習でこういうところは読んでいただければいいしあとは一度ちょっと目を通していただくとやっぱりい,いかなと思いますそんなに時間かけて線を引きながら丁寧に読む必要はないですけれどもやっぱりですねそういうところが。 少し抜けているといくら難しい知識をつけたところでえ土台がしっかりしてないとぐらぐらしてしまいますから一度はちょっと読んでいただければと思います特に22ページから23ページのえ解釈の方法だとかこういうのも、まあ、一番最初、初学の講座の1回目とかで勉強するとは思うんですけれどもえその後あまり勉強してないですよねですからちょっと読んでみていただけるといいかなと思いますで今回は26ページこちらを見てください 所有権取得方法というふうに書いてあって、まあ所有権の取得っていうふうなのものはどうやって行うのか、所有権の取得はどういう原因で行うのかっていうことになりますが、一つは原始取得、もう一つが承継取得って形になります。で、原始取得っていうのはもう誰のものでもないものを自分のものにするわけですから、まあ試験にも出た埋蔵物発見だとか、そういうものが原始取得って形になります。あるいは河原で 石、えーまあ、を見つけたとかそういうものが原子得になる誰のものでもないものを自分のものにするでもう一つが、「承継取得」って形で誰かの所有権を引き継ぐ A さんの所有権を引き継ぐ形で、まあ、所有権を取得するんだこれが「承継取得」といった形になります。 でこれから勉強を始めていくとこの承継取得っていう基礎を知らないとできないところもありますからちょっとまあ入門編ではありますがお話をしていきたいと思います。承継取得って簡単に言うとキャッチボールですですから A さんがまあ所有権という球を持ってますからそれを B さんに投げることによって A さんから B さんに所有権という球っころが移転するんですね。 ま、所有権は、こう、だと思ってください。A さんから B さんに、A が球を投げるから、B が球を受け取るんだ。これで A さんから B さんに所有権が取得できるんだ。A さんの持っていた所有権を B に移すんです。だから A が持っていたボールが B のボールになるわけです。 だから、まあ、A のボールに泥がついてれば B のボールにも泥がついているわけですよつまりえ、定等権付きの所有権を投げればあ定等権付きの所有権を取得する形になりますで原始取得っていうのは自分でゼロから所有権を取得しますから例えば A さんの土地を B さんが自己取得するっていうのは原始取得ですよね。 だから A のののの持持っってていいるるボボーールルと B の持ってるボールは別のものですよ A さんの所有物を B が自己取得したって時にはもう B が A の所有権では別の所有権を新しく取得するわけですから新品ですですから、低等権の負担なんかついてないしもう定等権 A さんのボールに低等権泥がついていたとしても B さんは泥のない所有権を取得することができるとああいった形になるわけです。 で、自己取得を B がすれば A は反射的に所有権を失うぞっていうのが自己取得の理解ですよね。で、今回はその所有権なんですけど、資格の2を見てください。承継取得の考え方え。次の例題を考えてほしいというふうに書いてあって、例題。A は土地を所有していたが、B はその土地の登記を勝手に自己名義にした。A が所有者だけれども、B が勝手に B という名義を入れている。 B が勝手に B という名義を入れている。で、その陶器を見た C は、B が所有する土地だろうと思い、あ、B さん。 当規模に名前載ってるから B さんなもんなんだっていうふうに C が信じて B と売買契約を結んだってことです。で、B から土地を購入した。C は当該土地の所有権を取得することができるかと書いてありますが、今言った昇景取得の原則からできないわけです。で、その例題の下、太字で書いてありますが、無から有は生じないって書いてありますね。この承継取得の大事な考え方は、 A さんがボールを持ってるから B さんに投げることができるのであって A さんがボールを持ってなければ B さんに投げることできません。投げた振りはすることができますが A から B には飛んでこないんですね。で、今回は B から C にボールを投げてますが B は 残念ながらボールを持ってないだから無から U は生じない無から U は生じないっていうことで C は所有権を取得することができないんだキャッチボールでボールを持ってない人がいくら投げたふりをしたところで C は所有権をゲットすることはできないんだああいった形になります。で27ページの下の下図 27ページの下の図を見てもらうと無から有は生じないを図評化してますが、まあ、キャッチボールのボールと言いましたが今回ハート型がボールですね A が所有権っていう,こうハート型のものを持ってますで B は陶器を入れて陶器名義が B のものではありますが陶器っいうのはカバンですよねですからもう俺のもんですよってカバンですそのカバンがあれば普通は中にボールがあるんですよ だから B 名義だっていうのであればあ普通は B さんのものだっていうことになりますただ、あくまでもカバンが空であれば中からボールは出てこないわけですだから B が空のカバンを C に入って渡して C が投機を引き継いでもつまり B から C に移転投機をしたとしても C は中身をゲットすることができないんだって形になりますつまり、まあ、さっきの例えで言うと B がいくらボールを持ってるふりをしてあの まあこうミットの中にボールを持っているふりをしてグローブの中にボールを持っているふりをして投げたとしてもこれはやっぱりボールは B から C にいかないわけですよだからこの空のカバンを取得したところでカバンから中身が出てくるわけではないんだってことですねこれを投機に更新力がないって言い方もしますえつまり B は投機を持ってますけれども投機があるからといって中身があるわけじゃないんですねで国によっては投機、まあ、があれば中身が発生するっていう えー、国もあります陶器に更新力がある国もありますが日本では陶器、まあ、があったからといって中身がなければダメなんですよだから空の陶器権利が空だといくら陶器があったって権利は発生しないんだでそういう無権利者から C は所有権を取得したところで無から有は生じませんから C は所有者になれないんだよとああいった形になりますこれで真の所有者 A、えー、これを保護してるんだ、まあ、取引の安全は害されますけども このページの一番下の行に書いてありますが、取引の安全を犠牲にしてえ、所有者の権利、A の権利を保護しているんだ、ああいった形になります。で、28ページを見てください。で、今、空のカバンからボールは出てこない、空のカバンから中身は出てこないということがありましたが、例えば B が空のカバンを C に入って渡した。 陶器を B から C に移したらもうその空のカバンからボールが出てくるマジックが起こることがあるわけですこれが権利外観法理と呼ばれますえ、括弧2番権利外観法理だからこの権利外観法理っていうのもこれからですねいろんな場所でこの発想が出てくるので今覚えてほしいって形でお話をしてます直接試験に出るっていうよりは まあやっぱり理解しておくといろんな箇所で、あ、これ権利外観法理の理屈なんだなってことで勉強が繋がってくるんですね。ですから、直接出ることではないですが、最初ですからお話をしているので、えー、この権利外観法理ですね、押さえていきましょう。で、この発想でいろんなとこに条文があります。ちょっと見てください。例題です。A は土地を所有していたが、 B は勝手にその土地の登記を自己名義にした、うん。やっぱり A が所有者で B は権利がありません。無権利です。無権利者はいくら登記があったって無権利には変わりがない。登記があるからといって権利が発生するわけではない。登記に更新力はないって形になります。で、例題の2行目。A、真の権利者もそのことを知っていたが、長年放置していた。これがキーワードですよね。長年放置していた。で、その登記を見た C は、 B が所有する土地だろうと思い B から当該土地を購入した、うん、前のページの事例と大体一緒で B から C が購入したわけですで C は当該土地の所有権を取得することができるのかといった形になりますで今回のポイントは上から2行目で、B、A が B 名義になってる B 名義になってるこういうのを知っていながら長年放置していたんです で、この場合には、実は権利外観法理が適用されて、なんとマジックが起こる。C は所有権をゲットできる。ボールを持ってない人がボールを投げたのに、C からボールが出てくるわけですよ。さあ見てください。丸1、丸2、丸3。これが要件です。チェックしてください。真の権利者に虚偽の外観を作り出した奇跡性がある。丸2、虚偽の外観が存在する。丸3、 第三者がその外観を信頼して取引をしたまず丸んからいきましょう C があ B さん所有者だ B さん所有者だ信じて B と取引をしていますまあ、善意ですね C の善意 B に権利がないことを知らなかった B に権利がないことを知らなかった何回見てる通り信じただけで保護されるわけではありません丸にもちろん、えー、その信じた外観が存在する B に権利者っぽい外観が存在するで 丸一です。真の権利者に虚偽の外観作り出した奇跡性がある。これがポイントになります。A が悪いんですよ。B が権利者っぽい外観があって、C がそれを信じたからといって、無から U が生じないのが原則ですけど、今回 A が悪いんです。A さんのせいで B 名義になってんでしょ ?A さん知ってて長年放置したのおかしいじゃん。このように A に奇跡性があるから、 C が権利をゲットできるんですねで C が権利をゲットした関係で A は権利を失うことになりますこれが権利外観法理って形になりますでもちろんこれは、まあ、B が C に投げたわけではありませんから、まあ、B は C に B はもともと権利持ってませんから、まあ、C に投げたところで投げたふりですよでも C が権利をゲットできるこれ原子取得に分類されますねで C が権利をゲットしましたって形になりますで反射的に A は権利を失うどうしてかっていうと A と C の利益考慮をするんです。C さん、B の外観信じたんでしょ ?B が権利者だと思ったんでしょかわいそうだよね ?A さん、あんたのせいじゃんで、この場合には、いくら、えー、A が真の権利者だからといって、真の権利者よりも C を保護すべきだ。 あつまり、真の権利者の所有権よりも、BC 間の取引を保護すべきだっていう C ー,ーゲームで C が勝つわけです。だからこの場合には C に権利を与えようというのが、この権利外観法になります。このページの最後の4行を見てください。以上の要件を満たす場合、登記を信頼した C は保護に値する一方、A には土地を失っても自業自得と言えるだけの落ち度があるということですね。A は落ち度、C は保護。 ということで、シーソーゲームで C の勝ち。C を犠牲にして、A を保護する必要がないから、今回はあ無から有が生じないとか言って言い張るのではなく、もう C に勝たせようというのが権利外観法理なんだって形になります。で、民法を勉強していくと、この利益考慮っていうのがよく出てくるんですね。シーソーゲームです、簡単に言うと。A と C、どっちが勝つかのシーソーゲーム。えそこで今回は、A より C を勝たせよう。A より C を勝たせようってことになったわけです。この、二人、 まあ出てくるわけですが A はあなた宗教を失ってかわいそうだよね C さん B を信頼してかわいそうだよねっていう2人が出てきた時に大体シーソーゲームをするわけですそうすると A に落ち度があるじゃないか C は善じゃないかってことで今回は C を勝たせるんだというシーソーゲームが 発動すすするわけでででねこ、まあ、こんな形で、えー、各所でこれから思想ゲーゲムが出てきますちょっとまだ抽象的な話ですが、まあ、こういうところを知っていろんなところに応用していきましょう、えー、この権利外観法理っていうのはあんまり意識したことがないかもしれませんけれども本当にいろんなところで出てきますで権利外観法理がそのまま要件適用されてあこれって権利外観法理から作られた条文なんだなっていう場合もあるしおちょっと権利外観法理をちょっと変形させてるぞって場合もあります だからそれを一つ一つ覚えるのではなくこういうふうな権利外観法理っていう基本原理を知ってそれをこう応用していけばいいといった形になるわけです。で29ページの括弧3番即時取得というのがありますが、まあ、これはまあ もう大丈夫だと思いますが、同産の場合には即時取得ができます。同産の場合には即時取得ができます。で、この権利外観法律と即時取得は何が違うかっていうと、即時取得は真の権利者の奇跡性もいらない。だから権利外観法律と即時取得は非常に似てるんですが、超えられない壁があって、もう即時取得は、例えば、 まあ例題見ていただくと A は B に1日だけ腕時計を貸した B がその腕時計をはめていたところそれを見た C がその時計を B のものだと信じ C は B からその時計を買い受け持ち帰った B は借りていただけなのに C が B さんいい時計持ってるねって言ったら B はいいでしょうそしたら C がそれ100万で売ってくんないってわけですよえこれ百万 ?100 万,100万 ?B は C と売買規約をしちゃうわけです。無から有が生じないはずなんだけれども、同産の場合には192条というのがあって、即時取得の要件を満たせば、C は腕時計をゲットできるんですね、これもちろん要件はあとで詳しくやります、ただ、このケースで見てほしいのは、A の奇跡性は一切要件となっていないということですよ。 権利外観法理は A の規制規制が必要なんですけれども即時取得まで行くと、まあ、動産取引の場合には A の規制規制はいらない A の規制規制はいらないともう B と C だけの要件で考えるんだといった形になりますもちろん詳しい要件は即時取得のところでやりますしその時にも趣旨などについては勉強する形になりますがとりあえず今はこの権利外観法理と即時取得の大きな一線として A の規制規制がいらないで権利外観法理、まあ 不動産の場合には即時とか適用されませんから、もう権利外観法理で行くしかないですけれども、その場合には A の規制規性がなければあ、C は権利をゲットできないんだ、ああいったところをしっかり押さえておいていただければと思います。さあ、入門編で難しいのはこれぐらいですから、あとのところはしっかり読んどいてください。まあ、あの読んどいてくださいだって言ったて、まあ、チャーって読めると思いますから、まあ、しっかり入門のところですからね、一度目を通しておいていただければと思います。あの、一応全ページ読むといいです。 あのまあ、読むといったってもう本当に詳しく読むのではなくあそこ知ってる、知ってるみたいな感じで確認するで時々、おっと途中立ち止まるところあると思いますそういうところに関してはちょっと詳しく読むだとか、まあ、そんな形で使っていただければいいかと思いますねでは本論編の方に入っていきましょう第2編、総則といったところが31ページから始まっていますではいきましょう。 まあこの辺りも大丈夫かと思いますが一応復習がてら難しいところは見ていきますまず32ページ第1章「試験の主体」ということですね、えー、権利能力といった話から始まります、まあ、権利能力がある人を人というのでその人の勉強から始まります資格の一権利能力の意義、えー、権利能力とは司法上の権利義務の主体となることのできる資格のことなんだ権利能力を有するのは自然人と法人だということですね で、この能力って名前がついてますけど、これ、視覚ですよね、ですから、あれができる、これができるっていう能力とは一切関係ない、まあ、寝返りができるとか、なんか。 言葉が喋れるとかそういうのは一切関係ないもう資格なんですよですからいくら賢いチンパンジーだって権利能力ありませんからバナナの所有者にはなれませんが生まれたばかりの寝返りができない子供は土地の所有者にはなれるんですよねえつまりえ土地の登記名義人になることができるわけですえこれを権利能力というわけですで2行目に書いてありますが自然人と法人だ とというのは勉強すするところです自然人というのは我々人間。で、法人というのは会社とか一般法人とか宗教法人とかの法が認めた人、団体ですよね。これが法人です。この自然人と法人に権利能力がある。 でこの権利能力っていうのはこの民法の世界の参加資格っていうふうに考えることができますねこの私はよく言うんですがこの民法っていうのはこの財産蓄えゲームっていうボードゲームですよで我々はそのボードゲームの中のプレイヤーですでもちろん皆さんはもっと夢を持って生きているんだと思いますが民法は我々をこう財産獲得する人間と見てくるわけですよ資本主義ですから で売買をしてお金を稼ぐとか土地を持って所有するだとか宝物を所有してお金,お金持ちになるだとかこの財産獲得ゲームっていうまあ,あの人生ゲームみたいな宝の人生ゲームみたいなじゃないですかああいうボードゲームだと思っていただいてそのボードゲームの入場資格は権利能力ですねあだからチンパンジーさんあなたはこのボードゲームに参加できませんよ民法の取引に参加できませんよと。で 人間は参加できますよ。法人も参加できますよ。参加して売買をしたり、土地を買ったりすることができる。この入場資格ですね。参加資格。民法の世界への参加資格が権利能力だ。ああいった形になります。で、権利能力があるのは自然人と法人で、まあ法人は後でまたやりますが、まず自然人から見ていきますが、自然人では人ですが、いつからいつまで権利能力があるかというと、33ページで資格の二、もちろん出生から死亡まで。 出生から死亡まで人っていうのは生まれてから死ぬまで人生まれてから死ぬまで人ですから出生から死亡までってことは生まれる前のお腹の中の赤ちゃんが33ページの四角の3胎児と言いますじゃあ胎児には権利能力があるかと言ったならば出生から死亡まで出生というのはお母さんのお腹かから出てくる時ですから、まあ、しかも民法では全部露出と考えます お母さんの中から完全に分離するこれあの例えば趣旨を理解しておくと分かりやすいんですが民法というのはその参加資格つまりこのボードゲームのプレイヤーですからお母さんから独立しなければプレイヤーになれませんねだからお母さんから分離して独立した時にプレイヤーになれる権利能力を取得するわけです全部露出説って言いますよねで刑法では その人となるのは直接殴れるかどうかですからお母さんの中から頭だけでも出てくれば直接攻撃できるので被害者になれるんですよ、でその人というのはその被害者になれるかどうかだから一部露出なんですよねだからこういうふうに、まあ、同じ出生なのに刑法と民法で民法は全部露出刑法では一部露出って違ってくるのはどうしてかてっ言ったらその趣旨が違うから人の趣旨が違うから。 被害者としての人ってのは直接攻撃されちゃう人ですから一部でも出てくれば人なんですよだから刑法では判例があって一部露出,した露出説なんですね出生がで民法では判例はないですあの民法ではそんな微妙な判例ないですからね、えー、生まれた瞬間に何か起こったみたいなですから、まあ、一応通説ではありますが一応全部露出というふうに考えます、まあ、それは雑なんですがさそうすると生まれる前の赤ちゃん胎児は 理論的に考えれば、権利能力はないですね。出生前ですから。ただ、資格の3。じゃあ、胎児の権利能力はありますかって話になります。例題を見てください。A をと B 女は夫婦である。で、二人には子供 C がいると。とまた、B 女は D を 解体しておりまもなく出産予定だこの時点で AO は交通事故に巻き込まれて死亡してしまった D は AO の遺産を相続することができるのかまあ A と B が夫婦ですねでえ2人にはまあ子供がいますが、まあ、C のまあ弟なんでしょうか D がお腹の中にいるよあいった形になりますまあ A が死亡してしまいましたが A の財産誰が承継しますかまあ 配偶者と子供がいますから配偶者と子供が相続になるはずなんだけれどもそのお腹の中の胎児が相続になれるのかといったことになりますで一般的な考えで言うとイメテ出生前ですから胎児には権利能力がないのが原則ですがこれ相続ですね相続については権利能力を認めるそれが34ページの上から1、2、3、4、5行目ここはしっかりもう 覚覚ええててないい方は覚えてください例外的に不法行為に基づく損害賠償請求権相続、遺贈についてはすでに生まれたものとみなして権利能力を与えるこの3つですね。で今回、相続です相続もほらお兄ちゃんの C は相続権があるのに弟の D はまだお腹の中にいたばっかりにあと1週間遅れれば人間になれたのにということで相続できないのは不合理ですから。 じゃあ、権利能力与えようかってことになります。この3つの場合には、あ、もうちょっと生まれるのが早ければみたいな不合理が起こるんですね。ってことで、権利能力を認めます。で、ちょっと難しいのは、じゃあどうやって権利能力を認めるんですかというと、2番。すでに生まれたもののみなすの意味なんですけど、その下に論点があります。A 説の停止条件説を見てください。胎児は、胎児である間には権利能力がないと。 生きて生まれれば、不法行為や相続の時点に遡って権利能力を取得するというふうに考えます。だから、胎児はこの3つのケースの場合には権利能力を与えるよって言いましたけど、生きて生まれれば遡って与えるって与え方なんです。だから、まあ、死産、ま、大事であればに死亡してしまったら、相続や不法行為の損害賠償請求権は取得できないんですよ。生きて生まれた、 時には遡ってああの、デイさんは権利の価あったんですね相続権あったんですねっていう,ふうに考えるわけです35ページの下の図の A 説、ね、相続の時点では権利能力を取得できませんが出生、生きて生まれた時にあ生きて生まれたんですね要件整いました。じゃああなたが お腹の中にいたときのお父さんの死亡について相続権があったことにしましょうっていうふうに遡って与えるんです生きて生まれたときにあ,あなたがおなかの中に相続起こりましたよね不法行為が起こりましたよね遺贈されましたよねじゃあそれは認めましょうというふうに生まれてから決めるんですよでだから何かっていうと A 説の結論の続きなんですが お腹の中にあるいる間に遺産分割や示談は進めることができませんこれが結論です胎児がお腹の中にいる間に例えばお母さんが法廷代理人になって遺産分割をしましょうとか示談契約をしましょうとかすることはできないなぜならば胎児である間はこの3つのケースだったとしても権利能力ないんですよ生きて生まれて遡って初めて権利能力を与えるんです だから遺産分割や示談を胎児であるだにやっても無効ですね36ページの頭を見てください判例は A 説を採用し母親が胎児を代理して結んだ和解契約の効力を無効だっていった判例がありますななぜならば 胎児に不法行為の損害賠償あるでしょって言うけれども、いや、ないんですよ。生きて生まれた時に初めて与えるんだから、胎児である間はないんです。だから、そのない間に和解してもダメでしょ。示談したってダメでしょっていう判例ですね。ちょっとそこを押さえておいてください。まあ、この A 説と B 説は、時々勉強しますけど、結論が違うから、ここで分かれてるんだよと言ったことになるわけです。で、36ページの上から2行目。ただし、 登記実務では B 説を採用し胎児名義の法定相続登記を認めているというふうに書いてあります不動産登記では胎児名義の登記を認めてます亡き A 妻 B 胎児って登記をしますよね亡き A 妻 B 胎児っていうふうに登記をしますこのお父さんが死亡した時の相続人として胎児は名前を載せることができるんだで ここでまあ質問が時々あるんでお答えをしておくと先生、不動産登記では B 説を取るということはつまり、解除条件説を取るということは胎児である間にも権利能力を与えているってことですよねじゃあ、不動産に関しては胎児である間に遺産分割ができるんですかいや、そういうことじゃないんです法定相続登記を認めているんですねだからあくまでも遺産分割するかどうか民法の実態の話なんですよ。 あくまでも手続き的に胎児を登記簿に乗せて良いと言ってるだけであって不動産だから遺産分割ができるとかそういうことは言ってないんですね民法では遺産分割や、まあ、遺産分割は認めてませんからですから、まあ、遺産分割も認めてないしもし生きて生まれたら相続人だよっていうのが民法の扱いですが胎児は、うん た多分生まれるだろうから名前載せといたらということで胎児名義の登記を法廷相続では認めている遺産分割後の持ち分で胎児を載せることはできませんだって民法では遺産分割は胎児である間はできないからですね。だから不動産登記では法廷相続の時しか出てこないわけですよ。 だからよく不動産登記だと解除条件設を取るからって言いますがそこはちょっと誤解をしないであくまでも法定相続登記で名前を載せることができるだけなんだああいった形で押さえておいていただければと思いますあとは36ページの2番意思能力ですね。 まあこれれ意思能力なければ契約は無効だとかいう話ですで37ページの行為能力については少しお話をしていきますが、まあ、行為能力はまあ自分のやった契約がまあよくわからないという時にちょっときに契約をうん有効にしてしまったらかわいそうだよね取り消すことができるようにしようということでやっていくわけですねですから37ページの一番下の段落でまあ法律行為を制限します例えば未成年者であればできることを制限して でそれから親みたいな能力者をつけてでそれから待ったを許す取り消しを認めるなんて形で、えー、保護していくことになります、まあ、そういう、まあ、行為能力は制限されていてあこの人判断能力は不十分だから取り消し認めよう保護者つけようと、えー、いうのをです、ね、制限行為能力者というわけですさあ皆さん、制限行為能力者というのが民法を勉強すると最初にやりますがじゃあ、制限行為能力者誰ですか 正確に言えます?」制限行為能力者は誰ですかって言われたら自分に説明してあげられますかもちろん4種類言いますよね。38ページの2番を見てください。「制限・行為能力者は定型化されており未成年者、成年・非後見人、非補佐人、非補助人といった種類がありますよ」と書いてあってこれから勉強するんですが。 本当にここに該当する人は全員制限行為能力者かといっ,ったらそうではないですねでこういうところがおあいつは何言ってんだっていう方はやっぱり基礎のところをちゃんとやらないと足元を救われてしまう可能性があるわけですつまり言葉の定義をやっぱりしっかりやらないと、まあ、論点が進んでいった時にやっぱに場当たりバータリ的になったり丸暗記になったり実はえそうだったんですかみたいなところで判断ミスをしかねないんですね。で実は 行為の制限行為能力者というのは定義があってちょっと6本持っている方は見ていただきたいと思うんですが13条ですね別に民法13条を今やりたいわけではなくて13条の中に15というのがあってこれが。 民法で初めて制限行為能力者って言葉が出てきたからここで定義を入れてるだけだからまあんまり13条の内容関係ないんですけどここに制限行為能力者っていう言葉があるからここで初めて民法はこの言葉を定義してますそうすると未成年者成年非後見人非補佐人17条1 の審判受けた非補助人と書いてありますから非補助人でも17条1項の審判を受けてない人は制限行為能力者には含まなないいととうことなんですねだからこういう定義を知っておかないといけないしえ民法でこれから制限行為能力者はこれができますよっつった時にこれをする権利がありますよとかあ取り消せますよとかいろいろ言った時にこの「制限行為能力者」って言葉は非補助人。 補助人の中でも17条1項の審判を受けてない非補助人は含まないんです制限行為能力者って言葉の定義これちゃんと民法に書いてあるんですねだからこういうところを一つ一つ丁寧に勉強していくっていうのが、まあ、年内の課題だしえそうだったんだって方はやっぱり、えー、一つ一つの洗礼を追いかける前に土台をしっかり作っておかなければ思わぬミス思わぬ勘違いをしかねないということになるわけです でちょっとまあ、あとでまたお話をすることではあるんですが、じゃあ、この17条、1校の審判って何なのかというと、同意見の不要の審判ですね、同意見の不要の審判、先やっちゃいますか、テキスト51ページを見てください、これまたあとでお話をします、えここまでいったときにお話をしますが、51ページの括弧5番、51ページの括弧5番の三段落目。 よって、補助人に代理権のみを与えた場合。まあ、補助人というのは保護者ですね。保護者に代理権のみを与えた場合と、まあ同意権も与えた場合がありますが、代理権だけは与えましたよ。保護者に同意権与えてないですよって時には、非補助人は行為能力が制限されることなく、すべての行為を単独で行えるんです。後でやりますけど、非補助人っていうのは、保護者に同意権を与えた分だけ、 できないことが登場するんです。ですから保護者に代理権しか与えてなければ、非補助人は全部できるんですよ。できないことがないんですよ。ってことは何も制限されてない、すべて行為を行える。そういう人間なんですね。ですからこの場合は次の行に書いてありますが、 一般的に制限行為能力者という場合には未成年者、成年非後見に非補佐人非補助人を指すが補助人に代理権のみを付与した場合の非補助人は制限行為能力者には含まないんだとしっかり押さえておいていただければというふうに思いますこれまた行ったときにやりましょうとりあえず予告的にお話をしました38ページです 2番今度はこれ考え方の問題ですけど2番の2つ目の太字が成年非、非後見人未成年者、非補佐人、非補助人と並んでいますがこれが制限の度合いいが強い順です成年、非後見人、非補佐人、非補助人は並べることができると思うんですが成年、非後見人と非補佐人の間に未成年者が入っています。 青年、非公権人はできることが一番少ない。で、次に未成年者。次が非補佐人、非補助人。この順番だって押さえていただければ、どこに境界線があるか覚えていただければ、あ例えば、青年、非公権人と未成年者はできないことなんだな。非補佐人と非補助人はできるんだなっていうことになります。で、こういうふうに並べると、このどっかに境界線が来るんですよ。で、未成年者だけ独立させて勉強しちゃってもいいんですけれども、こういう順番で並べると、あ この行為については、ここまでができますよえ。前者2人はできませんよとか、あ今度はあ一番最初の青年引き後見人だけできませんよとか、こういうふうに並べることができるんです。まあ、それを知っておいてください。では、ちょっといろいろ見ていきましょう。まず未成年者は大体大丈夫かと思います。で、41ページの まあ、未成年者というのは原則親の同意がなければ法律行為はすることができませんが、四十一ページの頭の丸一、丸二、丸三、丸四。親の同意なくてもできるもの、法定代理の同意なくてもできるものはしっかり。一瞬で頭から出せるようにはしておいてくださいね。隠しても言えるように。で、特に今年の本試験にも出ましたが。 丸一番の単に権利を得、義務を免れる行為。まあ、今年出ましたから、まあ、説明することもないと思いますが、単に権利を得る。全く義務を負わないで権利を得る。全く失うことなく権利だけをゲットすると。こういうこととか、あ義務を免れます。 何も損しないで義務を免れますっていうときにはもう同意なしにすることができるんですね、その具体例がやっぱり本試験で出たわけです、例えば負担のない贈与を受けるのは OK だし、債務の免除を受けるのは OK だけれども、弁済受けるのはダメだっていうのが書いてありますね、本試験出ましたよね、弁済受けるってことは、いや、債権回収できたんだからいいじゃないかって話になりますが、債権を失うんですよ、お金もらう分。 だからこれは失うものがあるじゃないかということで単に権利を得るわけじゃないわけですねちょっとそこにいろいろ書いてありますからちょっと当てはめとして押さえてくださいだからもちろん上の4つをちゃんと押さえるんですけどもその具体例が本試験に出ますのでしっかりそういうところは押さえるといった形になります42ページ四角の4今度は成年非後見人です ま、講義もね、皆さんのば、大事な勉強時間ですから、もう密度高くどんどん行きますけれども、しっかり予習復習お願いしますね。そこで力つきますから。42ページから4番、青年非貢献人です。青年非貢献人は、カッコ1。えー、青年非貢献人とは、精神上の障害により、自理を弁識する能力を書く状況ですよね。書く状況。だから、状況って字を見てください。まあ、皆さんが、 小学校のテストで状況って言葉を書いてくださいって言うとこういう字書かないと思うんですよね常なる状況ですよだからもう日常的に自理・弁識能力がないもう時々復帰することはあるかもしれませんがあ今日、意識があるねみたいな意識回復してるねって時あるかもしれませんがもう日常的に自理・弁識能力がない状況なんですねこの状況手字 でじゃあ、そのような例えば認知症などでえ自理弁識能力を欠く状況であれば成年非後見人かというとそうではなく2行目でえ家庭裁判所の成年後見開始の審判を受けたってことが形式的な要件ですよねだから自理弁識能力を欠く状況なだけでなくちゃんと裁判所の審判を受けたよということが必要です43ページいってください、括弧2番後見開始の審判の要件としてまず自主的要件 上から2行目太字と点,点々で書いてありますが冒点と言いますが自理弁識能力を書く状況ですよ。で、経史的要件で項目に行くと貢献開始の審判を受けたで審判って裁判所が勝手にやるわけではありませんああそこ自理弁識能力を書く人いるから審判してあげようとか勝手にしゃしゃり出てしてくれませんから請求すると審判される請求して要件満たすと審判出してくれるあじゃあ青年非貢献人に して保護者をつけましょう貢献人つけましょうって審判をしてくれるんですねじゃあ誰が請求できるのか丸 ① から丸 ④ まで言えるようにしましょうまず丸 ① 本人です本人も請求できる本人も請求できるこれ一番基礎的な問題として出されます 本人が、まあ、本人は自理弁識能力を欠く状況ですがそうでも時々こう、今日は意識がはっきりしているぞというがあるわけですでこのままではまずいからちょっと審判してもらおうというふうにもう自分で請求することができます。番。 配偶者、4親等内の親族これも確実合格を目指すのであればしっかり抑えましょう何親等かっていうのはいろんなところで3親等だったり2親等だったり兄弟姉妹だったりいろんな親族がありますが親族の範囲ってやっぱり入れ替えて問題作りやすいですよねこれ3ってやるだけで間違う可能性ってあるわけですよだからしっかりここは4親等だと抑えてください。平成25年はあんまり えーまあ、問題解くのには影響なかったかもしれませんが、四親党内の親族って言葉は問題文に出てます、だから、まあ、今度は正義の判断に影響することだってありえます、四親党内の親族、配偶者と四親党内の親族、で丸三番見てください、これは未成年後見人、未成年後見監督人補佐人補佐監督人補助人補助監督人、これは丸暗記する必要ないです。要は えー、制限行為能力の何かの制度を使っている時の保護者と監督者ですよ、保護者と監督者、例えばもうすでに補佐開始がされているんですと時には補佐人や補佐監督人がついています。 それから、すでに補助が始まっているんですって時には補助人や補助監督人がついています例えば補佐がすでに始まっているんだけれどもちょっと能力が下がってきちゃって自理弁識能力を欠く状況になっちゃいましたじゃあ、成年後見の方がいいよねってことで補佐人がすいません、成年後見お願いしますって審判を申し立てるこれッ OK ですね。ということですでに補佐,人補佐監督人のような保護者監督者がついている場合にはその人が請求できます。 保護者、監督者がついている場合にはその人が請求できます。丸3番の頭のところ、これも保護者、監督者なんですが、未成年後見人、未成年後見監督人、未成年後見人、未成年後見監督人、これ、注意してほしいのが、未成年後見人って誰につきます例えば、親がない未成年者ですよね。つまり、未成年者には、 ま、例えば、親権者がいないときには未成年後見人が保護者になります。で、そこに未成年後見監督人という監督者をつけることがありますが、つまりこれは未成年者が、未成年者が、親がいなくて、まあ、例えばですよ、親がいない状況で後見人がついているときに、その後見人が申し立てをすることができるわけです。つまり、 これ未成年貢献の状態から成年貢献に持っていけるってことを意味します逆に言うと未成年貢献の状態から成年貢献の状態に持っていくことがあるってことですこのページの下から3行目を見てくださいこういう言い方です未成年者に対して開始される場合もあるってことを暗示してますね成年貢献とは言うけれども未成年者に対して成年貢献がされる場合もあるんです ま、言葉尻からして、あ、未成年者に使うのは未成年貢献だろうと。成年者に使うのは18過ぎたら、成年貢献だろうというふうに思っちゃうんですが、成年貢献を未成年者に、えー、審判することもあり得るんだってことはしっかり押さえておいてください。つまり、親代わりの、えー、その貢献人の方から、すいません、成年貢献お願いしますって審判の申し立てをすることができるんだ。ああいった形になります。未成年者であれば、 もともと制限行為能力を受けていて民法的には判断能力が不十分だからっていう保護はありますでも先ほど見た通り未成年者より成年非後見人の方がやっぱり制限の程度は重いつまりより強い保護が与えられてるわけですですからその未成年者が、まあ、通常の未成年者より例えば能力が低下してあ今回はじゃ成年後見 開始ででいここううとあいうことですよね知的障害とかあって、えー、未成年ではなく成年非貢献人として扱いたいという時にはそのですね未成年者に対して成年貢献の申し立て未成年者に対して成年貢献の申し立てこれもすることができるんだということもしっかり押さえておいてくださいこれも試験に出ると結構間違います未成年者には成年貢献使えるか使えないかうんってなっちゃうわけですね未成年者にも成年貢献使えます 別に未成,年後見未成年後見人が申し立てる必要もないですね配偶、まあえー、者ってことはないですね、えー、親族やそれから本人でもいいし未成,年後見、まあ、未成年後見人がいる場合にはそれもいいですが、まあ、検察官でもいいですけれどもとにかく未成年者に対しても成年後見が開始される場合もあるんだとしっかり頭に入れておいてくださいさあ,あとは上に戻って検察官ですね検察官がここはあ請求権者に含まれています 民法で検察官が出てくるときには誰もいないから俺がやる、誰もいないから俺がやるという正義の見方として登場します、ここも成、まあ、年非後見人に該当するような人が、まあ、例えば認知症の人がほっとかれていてこれはです、ねえー、申し立てをした方がいいぞというときには検察官がやるしかないですね、身寄りもいないし本人も請求できないしじゃあ、正義の見方。 まあ公益の代表といいますがあ検察官が請求することができるんだ、まあ、こんな形で押さえておいていただければと思いますで、えー、こんな形ですねあとは44ページ以降成、えー、年非後見人の能力や成年後見人に何ができるのかといったことは大丈夫かというふうに思います一応 52ページにまとめの図表がありますから見ておいてください、まあ、まとめだけは見ておきましょうか制限行為能力者のまとめとして一番左側が未成年者でその横に成年非後見人がありますが未成年者は18歳未満のものですけども、まあ、同親には同意権、まあ、保護者には同意権取消権追認権代理権がありますでちょっとこれも学ぶといいですが同意権があれば取消権と追認権はあります 同意権があれば同じ範囲で取り消し権、追認権はあります。だから同意権の丸から取り消し権の丸に矢印。同意権の丸から追認権の丸に矢印を結んでおくといいです。未成年者のところ。同意権があるってことは、事前に同意する権限が親にある。保護者には同意する権限がある。同意する権限があるってことは、同意しないとやっちゃダメってことですよ。未成年者は同意しないとやっちゃダメ。 それなのにやっちゃったら親は取り消せるんですよ。だから同意権があるということは、同意しないのにやっちゃったら取り消せるってことを意味します。同意権があるってことは、同意権は取り消し権をえ連れてきます。あとは、同意権があるということは、事前に同意することすらできるんだから、行為をした後に追認することもできます。だから同意権は追認権も引っ張ってきます。だから逆はしんなりではないですが、同意権は取り消し権と追認権を 引っ張っ張てきます同意権があれば取消し権、追認権はあります成年非後見人を見ると分かりますが逆はしんなりじゃないですね、取消し権があるから同意権があるわけではなく、成年非後見人,人の保護者である後見人は同意権はありません、これは同意してもその通りにやってくれるとは考えにくいからということですよね。 ただ、同意権がなくても独自に取り消し権はあります。つまり、同意をした行為も取り消せる。同意をした行為も取り消せますよね。で、青年被告権人が、やった行為を見た後で追認することができます。見た後で追認することができますのでえ、取り消し権や追認権はあります。あとは青年被告権には、 同意してやらせるというのがスタンダードではありませんから代理権もあってじゃあ、保護者が代理でやろうか保護者が代理でやろうかって形になるわけですで、まあ、ここまでは基礎講座的な話ですが難しいのは非補佐人と非補助人だと思いますのでそちらの説明にいきましょう46ページの方にいってください 46ページ四角の5非補佐人です非補佐人は括弧一1番非補佐人の意味非補佐人とは精神上の障害により自理を弁識する能力が著しく不十分なものであって、えー、家庭裁判所の補佐開始の審判を受けたものというふうに書いてありますね成年非公権には各状況でしたが自理弁識能力今度は著しく不十分ですこういう言葉はしっかり押さえないといけないですね どの状態が一時く不十分ですかっていう突っ込んだ議論はテストではいりません。もう一時く不十分としか書いてないから。ただ、その言葉が入れ替えられた時に分かるかどうか、ああいった形になりますので、一時く不十分っていうのがどんな状況かっていうのは理解する必要はないですが、一時く不十分って言葉が使われてるってことは押さえておかなければいけないわけです。まあ、とにかく、まあ、非補佐人は、 著しく不十分であって、補佐開始の審判を受けたというものになります。括弧には見てもらうと、実質的要件として、まあ、自理弁識能力が一時軸不十分。で、経営式な要件として、まあ、補佐開始の審判があるということではあるんですが。もちろん、一定の請求権者からの請求が必要で、丸一から丸四まで見てください。成年非公権人の場合と一緒とさえればいいですね。 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、違うじゃないかってことになりますが、保護者、監督者って覚えれば一緒ですよ、でな,なんで補佐人とか抜けてるんですかというと、だって今回、補佐開始だから、今から補佐を申し立てるんだから、補佐以外の,補佐以外のものが必要ですよね、ですから、まあ、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人というふうに書いてあるわけです。 あとは四番検察官ですね。ということでえ基本的には本人、配偶者、安心等内の親族後見人、後見監督人補助人、補助監督人検察官え言った形になりますでは46ページの括弧四番非補佐人の行為能力なんですがでこれもですねあの未成年者なんかと発想が逆でせえ非補佐人というのは原則単独でできる原則で単独でできる。 ただし、47ページの図表があります。これが13条1項ですが、13条1項に書かれていることについては同意がいる。いいですか未成年者は原則単独でできない。同意がなければできなくて、単独でできることは例外として書いてあるわけです。単に権利を得、義務を免れる行為って。で、それに対して非補佐人は、ここに載ってる 列挙されているものについて同意がいるってことですから、未成年者の場合と逆なんですよ。未成年者は原則できない。同意がなければできない。で、できることが4つぐらい列挙されているのに対して、非補佐人は原則単独,でで単独でできるんですけれども、同意がなければできない行為が列挙されている。同意がなければできない行為が列挙されているって形になります。で、47ページの図表なんですが、 同意を要する行為と具体例注意点一度目通しておいてくださいポイント書いておきました丸暗記する必要はないし本として覚え思い出そうというふうに、まあ、思い出せなくてもいいですが23回目を通しておくといいですね で第10号は後でやりますこれ代理と絡んでくることですから第10号は後でゆっくり説明します48ページの頭に行ってください48ページの頭え民法13条1項の行為この図に掲げた行為以外の行為についても 一定の請求権者、まあ、補佐開始の審判請求権者と、それからもう今選ばれた補佐人、補佐監督にも含めての請求により、家庭裁判所は補佐人の同意が必要とする旨の審判をすることができる。えつまり この一定の請求権者というのは今、補佐開始の審判を請求した人プラス、まあ、つまり、その人が補佐開始の審判を請求するときにあれについても同意の審判してくださいとうう申し立てるあるいはその選ばれた補佐人、補佐監督人が請求するどっちもあるというのが2行目から分かりますがこの人の請求によって同意が必要とする行為を増やすことができるということです。 この13条1項に書かれた行為以外についても同意が必要な行為を増やすことができるえつまり前のページには10個書いてありますが一応、だから民法ではこの10個を基本セットとしているわけです。10個を基本セットで。この同意が必要な行為非補佐人は同意がなければすることができません同意がなければすることができませんという行為をこの10個より減らすことはできないですけど審判で増やすことはできるということ。 11個目12個目13個目14個目増やすことはできる減らすことはできないけども増やすことはできる減らすことはできないけど増やすことはできるなんで減らすことはできないんですかそれが補助ですよね。 ですから、ちゃんと使い分けがされていてこの10個の行為よりも少ない同意でよければ補助なんですよでこれより多ければ補佐なんですよで日常行為以外のことについては全部同意が入り 必要ででであれば青年非貢献人なんんんすすよこういういいに、えー、ちゃんと使い分けてるんですねだから、これ増やすことはできますよ、えー、あ,れにもあれについても同意しないとでき,、えー、できないようにしてくださいみたいに増やすことはできるんですね、11個目、12個目っていうふうに、まあ、同意が必要な行為を増やす審判を請求することができるんだということになります。 では、今のも踏まえて、括弧5番です。補佐人の権限なんですけど、えー、補佐人、保護者である補佐人は何ができるかっていうと同意権。補佐人は民法上同意を要求さ、えー、するとされる子、今の10個ですね。および、ほら、審判により同意を要するとされた行為についてのみ同意権を有します。同意が必要な行為にだけ同意権があります。で、もちろん、それ以外の行為については同意権はないので、非補佐人は単独で行為をすることができます。 この10個あるいは審判で増やした場合には例えば13個以外のものについては単独ですることができるんですねだから保護者の同意権というのはその基本10セットか審判でプラスしたものだけですでその下に取り消し権の項目があります補佐人の同意を要する行為今の10個プラスアルファですねについて非補佐人が同意を得ずに行った保佐人はどこ行った場合補佐人は当該行為を取り消すことができます 追認権補佐人の同意を要する行為について非補佐人が同意を得ずに行った場合補佐人は当該行為を自己的に追認することができますさあ連続で見ていっちゃいましたが52ページの図表を見てください非補佐人まず同意権に丸がついてますが13条の行為についてってことになりますつまり 13条1項基本10セットか2項でプラスアルファですね 10, 10プラスアルファですよ10プラスアルファについて同意見に丸だから全てではありませんその10プラスアルファについて同意見に丸がついてますで未成年者のとこに 目を左側に行ってもらうと矢印があると思います。同意権から取り消し権、同意権から追認権。これ非補佐人にも同意権に丸がついてますから、この丸が取り消し権の丸と追認権の丸を連れてくるので、取り消し権と追認権も同じ範囲で存在します。取り消し権と追認権も同じ範囲で存在します。10プラスアルファについて同意することができるならば、事後同意である追認だって同じ範囲でできるんですよ。 例えば15個の行為について同意ができるならば当然、追認だってできるわけですで、15個の行為例えば10個プラス5個ですよ10個は基本セットでプラスアルファで5個、えー、審判で付け加わったらするとその15個について同意権があるということはその15個の行為について同意も得ずにやっちゃった場合には取り消せるんですだからこのように 同意権から取消権、同意権から追認権を引っ張ってくる以上、同意権、取消権、追認権の範囲はこれ、イコールになりますね、非補佐人。ただ,だ、えー、その補佐人に代理権があるか、補佐人に代理権があるかっていうのは別ルートで、テキストの48ページの一番下、代理権。48ページの一番下、代理権。 補佐人は原則として代理権を有しない原則代理権ありません補佐人は原則として代理権ありません49ページの頭上から2行目しかし家庭裁判所は一定の請求権者補佐開始の審判請求権者プラス補佐人補佐監督人ですから前の同意権の審判と同じ人ですねの請求によって補佐人に特定の行為の代理権を与える旨の審判をすることができます あ、補佐人に代理権与えよう補佐人に代理権与えようというふうな審判をすると代理権が与えられます。つまり、非補佐人っていうのは原則として能力が高めですから、著しく不十分なぐらいですから、同意を与えて自らやる。同意を与えて自らやるのが一応原則なんですね。でも、あの、ちょっとこれ苦手すぎます。 苦手すぎますっていうのがあるときには代理して保護者がやってあげたいでも代理権ないんですよあうちの被補佐人うちの本人あの、うん、取引についてはすごい苦手なんですどう与えてもうまくやれません勝手にやっちゃだめですかいや代理権ないからだめだね申し立てれば代理権もらえるんですあじゃあその行為は代理してやってあげなさいその行為は代理してやってあげなさい申し立てると代理権がもらえる。 申し立てると代理権がもらえるというわけで代理権を与える旨の審判をすることができますなんでそんな審判勝手にやったの同意を得て自分でやるならともかく勝手にやられたくないんだけどってなっちゃいますから不等地のとこ本人の同意が必要です本人以外が請求するときには本人の同意が必要です本人の同意を得て 本人が、うん、代理権 OK 代理権の審判 OK ー同意をしないとこの請求ができません著しく不十分ですから、まあ、本人の保護する必要あるんですよだから、まあ、補佐開始の審判自体はすることができたとしても代理権まで与えるというとそれは一線超越えてもう自分じゃなくて他の人が やるってことまで許すことになりますから本人の同意が本人以外の請求なら必要だああいった形になります、まあ、テキストでは本人の自己決定権の尊重と書いてあります自分が同意を得てやるあるいはやった上で追認されるというのと他人に代わりにやってもらうというのはやっぱり違うんですねだからそこはちゃんと自己決定権を尊重するために本人の同意が必要だああいった形になりますでは 49ページのその次の段落を見てくださいなお代理権の付与の対象となる特定の法律行為は13条1項に列挙されているのに限定されないまた特定の行為について補佐人に代理権を与えたとしてもその行為を非補佐人が行うことができなくなるわけではない代理権は13条1項に列挙されているという範囲に縛りはありませんだからその一部でもいいしそれより多くてもいい全然限定はないです あその行為がピンポイントで苦手ですから代理でやってもらいたいっていうのでもいいしもうたくさん代理権が与えてもいいですねもう全然その同意権とはリンクする必要はありませんというわけで52ページの図表を見てください 非補佐人のところ、一番下、三角がついてます。三角ってことは、代理権付与の審判がある場合だけ代理権は存在する。だから三角ですね。代理権付与の審判がなければ、代理権はありませんから、代理権付与の審判がある場合だけ代理権があります。で、その次、範囲に限定はありません。もう13条縛りはない。13条縛りはないってことです。 では49ページ四角の6非補助人非補助人括弧1非補助人の意味非補助人とは精神上の障害により自理を弁識する能力が不十分なものであって家庭裁判所の補助開始の審判を受けたもののことですね今度は不十分ですこれももう大丈夫ですか成年非後見には各状況でしたね非補佐人は著しく不十分 で非補助人は不十分でもちろん不十分なだけではだめで、えー、補助開始の審判を受ける必要がありますで50ページいってください申し立て検事はまた一緒です形式的要件を見てください50ページの上から3行目形式的な要件を見てもらうと、まあ、補助開始の審判を受けるには本人配偶者四親等内の親族もう慣れてきましたねあとは保護者監督者検察官 のいずれかがが家庭裁判所に請求すすることが必要ですで次がポイントでただし本人以外のものを請求による場合には本人の同意が必要ですこの補助っていうのは本人は単に不十分自理弁識能力が単に不十分なだけだからのあの本人の意思の尊重のために本人の同意が必要ですこれここだけではありませんもうこの下の,あの審判だとかその次のページの審判だとか 補助に関する審判補助に関する審判をするときに本人以外の請求による場合には本人の同意が必要です補助開始の審判だけではありません例えば同意権付与の審判だとか、えー、代理権付与の審判だとかあそういうのをするときにも本人以外が請求するときには本人の同意が必要ですあの 不十分っていうのは補助、えー、補助開始の要件ですが、まあ、不十分なんていうのは、まあ、大体みんな不十分なんですよ、私だってそうだし、もう、なんかね、本当に苦手なこといっぱいありますからね、もう不十分なこといっぱいあります、だから不十分なんて要件、みんな満たすんですよ、みんなもう完全無欠な人間なんていないじゃないですか、もう苦手なことなんていっぱいあります。 ですから、もうもう不十分なんて要件はみんな満たすのでえ、なんで俺、普通にどうにか頑張って生きてんのになんで補助開始の審判すんだよ確かに生きづらい面はあるかもしれないけど頑張って生きてんじゃん自分で生きさせろよなんてこと形になっちゃうわけですよねですから、まあ、不十分なんてのは一般的にあり得る話であってそれで周りの人があんたのために補助開始の審判を申し立ててあげたよなんて余計なお世話なんですよですからこれは本人の同意が必要です 補助に関する審判は本人の同意が必要。補助に関する審判の申し立てに関しては本人の同意が必要。本人以外のものをやるときには本人の同意が必要だ。あ,あいうふうに押さえておいてください。では、50ページ確保3番ですえ。補助開始の審判の効果として、まあ上の産業はいつも通り保護者や監督者がつくってことなんですが、2段落目見てください。家庭裁判所は補助開始の審判をする場合、 その審判とともに、補助人に同意権または代理権の一方または双方を付与する旨の審判をしなければいけない。つまり、補助開始の審判の申し立てだけをすることはできないんです。これが今までと違うところ。青年貢献開始の審判とか、補佐開始の審判っていうのは、それだけでできますが、この補助開始の審判っていうのは、補助開始の審判の申し立てだけを単独ですることはできないんです。なぜかっていうと、 補助に関しては審判したところで補助人がつくそれから補助監督人がつくだけであって能力については何の判断もしてないんです青年被告人や補佐人はもともとがその民法の規定路線はありましたよね13条1項については同意見がありますよみたいな感じで,で同意見も何もないんですよ代理権も何もないんですよだから補助開始の審判申し立てて何も権限について決めなければ何の権限の変化もない 何の権限の変化もなければ、申し立てた意味ないですよね。名前がつくだけ。それはさすがにおかしいということで、補助開始の審判申し立てるときには、必ず、権限についての審判の申し立てもしなければいけません。すいません。同意見を与えてください。代理権を与えてください。双方を与えてください。このどれかです。つまり、審判が2つあります。同意見の審判、代理権の審判。この2つを、どちらか選ぶか両方選ぶかです。どちらか選ぶか両方選ぶか。 それれをしななけけばいけないでもちろんこれも補助に関する審判ですからその2行した本人以外の者の,の請求によってこの審判するには本人の同意が必要ですなんで勝手に同意権付与すんのみたいなことになりますので、えー、補助開始の審判の申し立てだけではなくこの権限に関する審判についても本人以外の者が請求するときには本人の同意が必要になります。 で、この審判が何されたかによって、括弧4番の補助人の権限え、つまり本人の権限が違ってくるわけです。50ページの一番下、同意見、まあ、補助人ですねあの、保護者です。保護者の権限が違ってくる、まず同意見で書いてあります、ちょっと見ましょう。 補助人に同意見を与える審判した時には、補助人に同意見が与えられる。そうですね。当たり前のようですが、同意見を与える審判した場合には同意見が与えられます。じゃあ、保護者である補助人に同意見を与えましょうって言ったら同意見が与えられるんですよ。で、その次見てください。補助人に与えることができる同意見の範囲は、非補佐人が 補佐人の同意を得なければすることができないと規定されている行為13条1個で定める10個の一部に限られますだから7個とか6個とかその13条1個っていうのがテキストの図表でありましたよねあの47ページの10個47ページの10個の一部だから10個じゃなメ九9個まで9個までしかダメなんですでその13条にのメニューに列挙されても いないい以外に同意権を付与することはできません。いや全部同意権与えたいんですけどって言ったらば補佐をすべきですだから補助の場合には補佐より軽いんだから本人は能力あるんだから13条1個の一部に限るんだとしっかり押さえてください51ページの上取消権追認権って項目がありますこれ大丈夫でしょうか先生 補助開始の審判って、同意権を付与する審判と代理権を付与する審判しかないので、同意権と代理権だけじゃないですか。取り消し権と追認権を与える審判なんてありましたっけないですよ。ないですけど、皆さんに教えましたね。同意権が取り消し権を引っ張ってくる。同意権が追認権を引っ張ってきますから、5個の行為について、同意権を付与するって審判がされたら、その5個の行為について、 取消し権があるし、その5個の行為について追認権があるわけです。その5個の行為について同意権を与えたってことは、その5個の行為を同意なしにやっちゃったら取り消せるんですよで。その5個の行為を勝手にやっちゃったら追認できるんですよ。というわけで、同意権が取消権と追認権を引っ張ってきますので、52ページの図表を見てください。また、同意権 はほら同意権付与の審判があれば13条以降の一部の行為について与えられますがその同意権から矢印で取り消し権取り消し権も同じ範囲に存在しますで追認権も同じ範囲に存在しますということですよね同意権が取り消し権と追認権を引っ張ってくるんだ だから同意権の付与の審判と代理権の付与の審判しかないんだけれども同意権付与ってことは同じ範囲で取り消し権と追認権まで付与してるってことを意味します51ページ今度は代理権見てください代理権補助人に代理権を与える旨の審判したときには 補助人に代理権が与えられる補助人に代理権を与えることができる範囲は13条1個であ定められる行為に限定されない補助人に代理権を与えても非補助人の能力は制限されないからだこれ気をつけてくださいね代理権は13条の10個のメニューからはみ出て構いません代理権を与えるってことは例えば本人補助人がいて あ、非補助人がいて補助人がいてその補助人が本人を代理することはできるようになっても本人も自分でできるんですよだから代理権っていくら与えたとしても本人の能力を制限しないんですだったら13条に限定されなくていいでしょ13条に限定されてしまうのは 補佐よりも本人の能力を低くしちゃダメだからです。でも代理権与えるってことは本人の能力を低くする行為にはつながらないんです。代理ですることはできたとしても本人もできるから。同意権を与えたら本人はできなくなるんです。でも代理権与えても本人はそのままその行為できるんですよ。ただ代理でもやってもらえるんです。52ページの図表を見てください。 代理権には三角がついてます代理権付与の審判がある場合に限定されますだから上の3つの三角と下の代理権の三角は連動しません上の3つの三角は連動します同意権があるから取消し権がある同意権があるから追認権があるって形で、えー、この例えば同意権がなければその 下の2つもないわけですよただ代理権だけは別系統で代理権は代理権付与の審判があれば代理権には3あの代理権与えられますよ範囲には限定されませんよって形になります。ってことで保護者の権限は同意権を与えたら同意権と取消し権と追認権があるし代理権を付与したら代理権だけ存在するし同意権も代理権も付与したらこの4つが全部与えられるこのどれかですね。 で51ページ、さあさっきやった、括弧五5番、非補助人の行為能力です。ちょっと見ていきます、非補助人は、補助人に同意権が与えられた範囲で、行為能力は制限され、同意を得ずにした当該範囲の行為は取り消すことができます、同意権を与えられた範囲で、つまり13条の一部、例えば5個の行為について、同意権が与えられたら、その5個の行為は同意がなければできなくなります。 だから同意がないのにやっちゃったら取り消されます反対にえそれ以外の行為については単独で有効にすることができますその次なんですよ補助人に同意権を与えず代理権のみを与えた行為については非補助人も単独で行うことができます代理権を与えるってことは代理してやってあげられるようになったあ,あなた苦手だから代わりにやってあげようってことであって本人ができなくなるわけじゃないんですね だから代理権を与えた行為については非補助人も単独でできるし代わりにやってあげることもできるんです本人の能力を制限するわけじゃないんです。 で、最後の段落。これさっき読みましたが、もう一度見ておきましょう。よって、補助人に代理権のみを与えた場合、つまり、同意権は与えないで代理権のみを付与した。まあ、代理権のみの審判をすることもあるって言いましたよね。代理権のみを与えた場合には、非補助人は、行為能力は制限されることなく、すべての行為を単独で行うことができるということです。 そうですよね代理権のみを与える補助っていうのもあるんですよ同意権は与えない同意,権同意権か代理権の両方か一方ですから代理権のみを付与するこの場合には本人は同,同意しないとできない行為が一つもないつまり完全にできるんですねだからこの場合にはあ保護者には代理権を与えてるけれども僕は何でもできるぞって状況ですだから先ほど見た通りこの場合には制限、行為能力者に含まないんだと。 保護者に代理権だけを付与した。保護者に代理権だけを付与した場合の非補助人は、制限行為能力者に含まないということは押さえておいてください。で、先生、それって意味あるんですかって質問も時々あります。え制限行為能力者じゃないのに、えー、補助開始の申し立てをして何か意味あるんですかっていう話になりますが、代理権が、 付与されたってこと自体が意味ですよね別に本人が何もできなくなったわけではないですが代理をして手伝ってあげよう代理で助立ちしてあげようっていうことだって十分本人の保護につながるわけです本人のできることを制限しなくたって代理でできるだってあの審判申し立てしなければ代理じゃ勝手に人のことをやったら無権代理になりますからね いちいち委任状をもらって代理してあそれ苦手だからやってあげるよ苦手だからやってあげるよというよりは法廷代理でもうそれについては代理権付与してもらった方が楽にできるじゃないですかですからそんな形で意味はあるんですよねというところを気をつけておいていただければと思いますさあここまで、えー、行為能力のお話といった形になりましたでは、えー、こちょっと難しいところについてはこれぐらいになりますあとはちょっと失踪宣告などについては、えーまあ、パスをしておきます で62ページから法人の話がありますがまあ、これもちょっと民法では抗議の中ではいいかなと権利能力無き者団が多少難しいと思いますがちょっと読んでいただければそんなにこう誤解されるようには書いてありませんから大丈夫かと思いますで10分休憩しますで休憩の後は73ページから法律行為意思表示っていう今回もう一つの山いわゆる 心理留保、虚偽表示錯誤、詐欺、脅迫などあの辺りですねえ、皆さんがたくさん判例なども知らなければいけませんから、まあ、捜では次回の範囲である代理、これが重要ですが、その前のところの1つの山がこちらの法律行為一生児ということになりますので、歌詞ある一生児などを中心として、後半の講義でお話をしししまますではは前半は以上とということにしましょうこにょ分休憩します。 ははい、えー、それでは後半の講義を始めていいいきたいと思います、えー、後半は73ページの、まあ、法律行為意思表示というところになりますが、まあ、正常でない意思表示というものが話の中心になります、73ページから法律行為という言葉、それから意思表示って言葉、まあ、これは言葉の話になります、まあ、基礎講座的な内容ではありますがもう一度、まあ、法律行為っていう言葉、意思表示って言葉きちんと確認をしておいていただければというふうふに思います。 で、ちょっと難しいものがあるとすればテキスト79ページの準法律行為準法律行為この,こ,この言葉だと思いますで、ちょっと数字の3番見てもらうと法律行為そのものではないが法律効果を発生させる法律行為に類する概念として準法律行為があるということですねでこの準法律行為には医師の通知と観念の通知がある、まあ、簡単に言うと通知をすることが準法律行為なんです で次の行を見てください、これが意思の通知とは一定の意思を表示するがその意思とは対応しない効果を生じさせるもののことで、法律行為というのは例えば 売買契約をすると、まあ、売買をするって意思表示をすると、まあ、売買の効果が発生する。つまり、所有権が移転するとか、そういう売買の効果が発生するんですけど、この意思の通知っていうのは、その法律行為と同じように、意思を通知するんだけれども、その意思とは対応しない。あ、その意思からそういう効果が発生するのという、そういう効果が発生するものが意思の通知なんですね。例えば、えー、取り消しっていうのは、意思表示ですよね。 取り消すっていうのを相手に伝えると契約が無効になるという取り消しの対応する効果が発生するんですが同じように意思を通知するんだけれどもそれに対応しない効果が発生するものが意思の通知と呼ばれますだからこれは意思表示自体ではないんです、えー、その後例えばが書いてあるのわかります例えば債権者が金を払えと催告した場合にその債権の消滅事項の完成が猶予されるという効果が発生します 取り消すって言って無効になるならば分かりますけども金を払えと言って時効が完成猶予されるんですよこれはその当初の医師に対応しない効果といったことになりますよねですからこれが医師の通知といった形になります医師表示ではないと医師の通知なんだ医師の通知、えー、確かに医師を相手に伝えることで 取り消しますとか、金を払えと相手に自分の意思を通知してるんですよ。でもその効果が意思に対応するものであれば意思表示なんですけど、意思に対応しなければ意思の通知なんだ。ああいった形になります。で、79ページのさらにその下は観念の通知。これも、 え皆さん勉強するとこれは観念の通知ですって時々出てくるんですねでもそれは勉強したことないのに突然出てくるんですよじゃあ観念の通知って何ですかある事実を通知することでその内容とは対応しない法律効果が発生するもの簡単に言うと事実を通知することなんですねその事実を通知して何か効果が発生する事実を通知することで何か効果が発生する例えば79ページの一番下 79ページの最終業に例えばがありますが例えば、債務者が債務を負っている旨を承認すると私は債務を負ってますよって言うとその事実を伝えることで時効の更新という効果が発生するこういうものを観念の通知と言います事実を伝えただけなのに何か法律的な効果が発生するんだ。 こういうものが関念の通知というふうに呼ばれるんだよというふうになります。まあ、ここまで80ページの下に、その法律行為、純法律行為なんていうものがまとまってますから、もう一度見ておいていただければと思います。法律効果を起こすんだけれども、法律行為そのものではないものが純法律行為だ、ああいった形になるわけです。では81ページから、正常でない意思表示。もちろんこれは、意思がない場合、 と可視ある意思表示この2つをやることになります意思の不存在と可視ある意思表示この2つをやって形になりますでは見ていきましょう82ページのところまず一番簡単な話ですが82ページの一番下に図がありますけど正常な意思表示っていうのは表示に対応する意思があるつまり表示と意思がイコールです え、車が欲しいと思って車をくださいって言ったこのように、意思と表示が一致している、意思と表示が一致しているものが正常な意思表示、表示に対応する意思がある場合が正常な意思表示で、これはもう有効です。で、 え図の上から2つ目、意思の不存在というのは表示に対応する意思がない、まあ、つまり表示と意思がイコールじゃないわけですね、表示では車をくださいと言っているけれども、車をが欲しいなんて意思がないわけですよ、このように意思が存在しない場合が、意思の不存在と呼ばれてで、意思表示の重要部分は意思ですから、その意思がなきゃ無効だよね、意思がなければ無効だよねってことで、原則、意思の不存在は無効、原則、意思の不存在は無効です。 で一番下、歌詞ある意思表示、歌詞ある意思表示、これは表示に対応する意思はある、ですから、このツボくださいと言って、このツボが買おうかなって意思はあるわけです。でもその意思に 傷がついてるわけです。つまりどういう傷があるかというと他人が無理やりその意思を作ったとか騙されて意思を作ったとか意思の形成過程意思を作った過程プロセスに歌詞がある意思を作ったプロセスに歌詞がある例えば詐欺とか脅迫ですよね、えー、例えば脅迫されたという時はこのツボを買おうって決意はするわけですよいやこの人ツボ買わないと帰ってくれないツボ買わないと帰ってくれない怖いな怖いなツボが欲しいツボ買おうツボ買おうツボください 表示に対応する意思はある。ツボ欲しいって言って、ツボ買おうって思ってるわけですね。でもその買おうって言ったプロセスに脅迫がある。あるいは詐欺があるって言った場合が、この可視ある意思表示になります。表示に対応する意思があるから、当然に無効というわけではなく、これは取り消し得る契約。え取り消すことができる契約って形になります。意思の不存在は無効。 時は取り消しといった効果が待っているわけですただもちろん一定の要件を満たさなければ取り消せないし一定の要件を満たさなければ無効にはなりませんから、まあ、医師の存在のケースは有効なのか無効なのかというのを考えなければいけないし家事や立証時のケースの場合には取り消せるのか取り消せないのか,取り,消せるのか取り消せないのかああいう選択を迫られているといった形になります。で 82ページの図に行く手前の産業ぐらいに書いてありますが、錯誤は可視ある意思表示として扱います。錯誤は、だから取り消し案件ですね。無効案件ではなく取り消し案件。錯誤は取り消し案件です。で確かに、錯誤っていうのは、意思の不存在の錯誤と、えー、それからですね、その、まあ、いわゆる動機の錯誤。 まあ、基礎事情の錯誤がありますがその意思の不存在の錯誤って意思が不存在なんだからじゃあこれは意思の不存在じゃないかって形になりますが、まあ、それも含めて可視ある意思表示として扱っちゃおうというのが新法の立場ですねだからもう取り消し案件になります錯誤取り消し錯誤取り消しといった形になってきますでは83ページから一つ一つ見ていきます まず心理留保、まあ、これは一番、うんまあ、簡単というか試験的にもまあ他のものよりは重要性がありませんからパパっといきたいところでありますが、まあ、心理留保は資格の1心理流法とは表示者が表示行為に対応する内心的公開意思がないことを知りながらする意思表示、まあ、知りながらする意思表示ですね資格、まあの2要件見てもらうと1内心的公開意と表示が一致してないことを表示者が知っている 知っている。だかから嘘とか冗談ですね、まあ。パソコンを5万で売るよ、パソコンを5万で売るよ、売る石がないのに売ると言っている、売る石がないのに売ると言っている、これが心理留保になりますで心理留保は資格の3、かっこ1原則として有効、まあ、心理留保は意思がない、意思がない。それを表意者が知っている。まあ 一致してててなないいっっここととは意思がないってことです表示でパソコンを売るって言っているってことは売る意思がないわけですよ、えー、ですからその意思の不存在だから無効になりそうではあるんですが本人を保護する必要がないから有効だよねってことになりますだって A さんが売る意思がないのに俺のパソコン5万で売るよっつって B さんがえっホに言ってくれるの買う買うって言った場合には 俺信じた B さんとそれから嘘をついた A さんどっちを保護するかというとそれは嘘つきを保護する必要はないですよねだから嘘つきを犠牲に相手方を保護すべきだってことでこれは医師の不存在なのに有効にしました医師、まあ、が不存在であれば民法は無効だって原則を取ってますがここはその主義を取る必要ないよねってことで有効です。 ただ、カッコ2番、例外はしっかり押さえましょう。意思表示が、表意者の真意でないこと。つまり、意思と表示が不一致だ。あ、この人パソコン売る意思がないな。なんてことについて、相手方、その B さんが知っていた場合、または、一般的に要求される注意をしても、えー、注意をしていれば、知ることができた場合には、思表示は無効になります。つまり、その下見てもらうと、表意者の意思表示を嘘だと見抜いていた場合、 この人また冗談言ってるとこの人また冗談言ってるというふうに見抜いていた、えー、この場合には契約は原則に戻って無効相手方を保護する必要は今回ないわけです嘘と見抜いてますからで、えー、相手方を保護する必要はないってことは意思主義の原則に戻っていやそれは意思表示の大事な部分である意思が不存在なんだから無効でいいでしょってなる逆に言うと心理留保の原則は相手方をその意思主義を翻してまでも A 意思の不存在だから、無効という原則を覆してまでもやっぱり相手方を保護すべきだというシーソーゲームですね。そのために原則として有効にしたんですが、相手方が嘘と見抜いていた。あ、また冗談言ってな、という場合には、じゃあ原則に戻って無効でいいよねってことになる。で、気をつけなければいけないのは、見抜いている必要もないわけですよ。有価室って書いてありますから、見抜くべきだった場合も含めてです。見抜くべきだった場合。 お前それ冗談って普通なら気づくでしょいや俺気づかなかった俺気づかなかったみんな気づくからそんなのみたいな言う場合ですよねでこの場合にはそらもうと気づくわけだからみたいな言、えー、う場合には無効でいいだろうといった話になるわけですで84ページです四角の4 でえ、この、カシアル意思表示、あるいは意思の不存在の場合に、一つ勉強しなければいけないのは資格の読んで、心理留保の第三者に対する効果、つまり、例えば AB 間が取り消したり、AB 間が無効だったりしたときに、その取り消しや無効を C に主張できるのか、取り消しや無効を C に主張できるのかという問題が、ここでは付きまとうんですが、心理留保について、相手方が悪意有価質だった場合、つまり、 えー、B が A の嘘を見抜くべきだったあるいは見抜いたって場合には AB 間の契約は無効です A は B に無効主張できますが B が C に売っちゃった場合に A は C に「いや B との契約無効なんだけど」って主張することができるのかといった問題になりますがその下見てください、えー、例えば高土地を所有する A が土地を売る意思もないのに B と売買契約をしたところ、えー、その後 A が真意でないことを知って 知ていた B がつまりこれ悪意ですよね悪意ってことは AB から無効ですよただその B がえ,え、その事情を知らない C に当該土地を転売してしまったってことですえ、この場合 A は B に対しては無効主張できるが C に対して主張できるかどうかっていうと上に戻ってください善意の第三者には主張できない善意の第三者には対抗できないですからこの事例の場合には C が善意 C は善意ですから AB 課の向こうを主張して公土地の返還を請求することはできないんだといった形になっていきます、まあ、これも権利外観法理の表れなわけですよ、えー、どうしてかというと A はわざと嘘をついている C は善意だということですから今回はその権利外観法理ということで C を保護していくんだよ A は B に対する無効を C に主張することはできないんだとああいった形になりますで この第三者の保護要件というのはしっかり押さえてほしいんですが、心理留保の場合の第三者は善意で構いません。心理留保の第三者は善意で構わない。で、次の虚偽表示も第三者は善意が保護されますが、これはシーソーゲームですよ。A が心理留保ってことは嘘つきです。虚偽表示ってことは、やっぱり仮想売買してる嘘つきです。A が嘘つきなんだから、C は善意ぐらいで保護されるってこと。 A が嘘つきなんだから C は善意レベルで保護される。もう無過失いらないわけです。A が嘘つきなんだから嘘つきとのシーソーゲームでいやもう嘘つきなんて全然保護する必要ないよね。おお !C さん善意で保護するよって話になります。というわけで A と C のシーソーゲームで A はもう嘘つきなんだから嘘つきとシーソーゲームしたらもう無過失はいらない。善意で保護される。無過失はいらない。善意で保護される。といったことになります。 では、84ページ。数字の3。虚偽表示です。虚偽表示。四角の1。虚偽表示の意義。えー、虚偽表示とは相と示、相手方と通じて行った真意でない一生字。相手方と通じて行った真意でない一生字。まあ、グルになってるわけですね。まあ、その下に書いてありますが、例えば、2行下。債権者 X からお金を借りてる A が、 X が債権者 A が債務者ですね X からの強制執行を免れるためその所有するコート値を売る気もないのに B に売ったことにしてもう B もグルになってるわけですよこの AB 間の売買が仮想売買これが虚偽表示ですよね、まあ、X からの強制執行を免れるために A が B に対して売ったことにするわけですでこれで A が後から B に対して ほとぶりが冷めた頃に、ね、そろそろ返してよって言うと B が何かってって裏切るわけですよねそこで A が無効を主張したりするわけですよさあこのような虚偽表示は無効だという話を見ていきますまず資格の二の虚偽表示の要件は大丈夫でしょうか内心公開しと表示が一致してないことその不一致を表依者が知っていること相手方と通報していることこの通報グルになっているのが虚偽表示の特徴グルになってるのが虚偽表,表示の特徴です では、85ページの頭、四角の3です、虚偽表示の当事者間の効果虚偽表示のの当事者間の効果。虚偽表示は無効、虚偽表示は無効、医師の不存在のケースですから原則無効になります、しかも心理留保の場合と違って相手方とグルになってますから相手方を保護する必要がない、A と B がグルになってますから B を保護する必要がない。だから、 もう B を保護するために、医師主義を覆いそうってことがないので、その要請がないので、原則通り無効。医師の不存在で相手方を保護して有効にする必要性もないから、原則通り無効といった形になります。四角の4、虚偽表示の第三者に対する効果。かっこ1、善意の第三者の保護。虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗することができない。 まこれも権利外観法理の表れですが、やはり第三者、善意なら保護されます。これも心理留保と一緒で、えー、このもう本当に善意か無過失か、何が要求されるのかってことはしっかり押さえてほしいんですけど、虚偽表示も心理留保と一緒で、A さんは嘘つきですよ。嘘つき。嘘つきとのシーソーゲームであれば、C さんは善意で保護される。嘘つきとのシーソーゲームであれば、もう善意で保護される。もう過失があったっていいです。 もう過失があるぐらい可愛いもんですよ。A さん嘘つきなんだから。もう B とグルになってるわけだから。そのような嘘つきとシーソーゲームするときに、あい過失があるから負けっていうのはシーソーゲームにならないわけですよ。もう A さんが嘘つきなんだから過失があるぐらいでは保護されるわけですね。もう善意で保護されるよ。善意で保護されるよ。ということで押さえてください。さあ、その第三者。どんな第三者が保護されるのか。 どんな第三者が保護されるのかというのが、まあ、民法でよく勉強しなければいけないことなんですが括弧2番保護される第三者、はい、第三者であればどのようなものでもその善意の第三者として保護されるわけではありません第三者とは虚偽表示の当事者一般証券に以外のものであって虚偽表示による意思表示が有効であることを信じ新たに独立した法律上の利害関係を有するに至ったもの あの、もう全然関係ない。まあ、A と B が無効だっていうときに、もう全然関係ない。関係なければ全員の第三者ですね。え全然関係ない。えその供給教授があることも知らなかった人が、俺を保護しろってだって関係ねえだろって話になるわけです。ですから、あくまでも利害関係有する全員の第三者。で、次、太字見てください。その全員の第三者に該当するためには、一定の利害関係必要ですが、ポイントは、新たな、独立した法律上の利害関係があるかどうか。 新たな独立した法律上の利害関係があるかどうかです。新たな独立した法律上の利害関係があるかどうか。だから利害関係っぽいものがあるとしても、新たに取得したものじゃないとダメ。初めからあったんですけどって人は、あその虚偽表示を信じて入った善意の第三者じゃないわけですよ。独立してなければいけません。法律上のものじゃなければいけません。なんか利害関係あるんですけど、 なんか事実上のっていうのはだめなんですね法律上の利害関係だからこの税の第三者として保護されるためにはなんとか権とかいう法律上の権利が必要ですその、えー、虚偽表示で売ったものについてなんとか権を取得しましたみたいな民法上の権利法律上の権利そういうものを取得した人だけが第三者として保護されるんだこの新たな独立した法律上のというのをしっかり押さえてください だから86ページを見てください。第三者に該当するものが、一から五、第三者に該当しないものが、六から十一に書いてありますから、ちょっと一つ一つ、えー、これ、94条2項が出るとすれば、供有表示が出るとすれば、まあ、このあたりは出てくるとはずですので、しっかり押さえていく必要があります。ではいきましょうか。 で、第三者に該当するものとして、拒否表示による不動産の仮想譲り受けに、つまり A と B が通報拒否表示で売却して、その不動産譲り受けたもの。A、B 間が売却、まあ、仮想売買で、その無権利者である B から譲り受けたもの。これは、仮想譲渡が有効であると信じて、新たに売却受けてるし、売買による所有者になってますよね。 だから、えー、新たな独立の利害関係を有してますから、当然、えー、第三者に該当します。だから A は B に対して無効主張できても、えー、善意であれば、この C には主張することができません。で、丸二番。えー、狂表示による不動産の仮想譲り受け人から、定当権の設定を受けたもの。AB 間が、まあ、仮想売買で、その B の不動産に定当権を設定した。設定を受けた。えー、この C さんは、当然、第三者に該当します。あ B さん所有者になったんだっていうのを信じて新たに抵当権をゲットしてますから新たな独立の利害関係を有している法律上の利害関係を有しているってことでこれはですね保護されますまあこの場合には AB 間では無効ですから しかも B は C の定当権つけてますから A は B に対する無効を C には主張できないけれども B には主張できるので、まあ、今回 C が所有者になっておりませんから B に対しては所有権を返してもらえますよねだからこれ解決とすれば B から所有権は返してもらえるけれども C の定当権はつきっぱなし といった解決になりますだから不動産登記でいうと C, の C に承諾しろって言ってもらえませんから、まあ、承諾2にしてくれれば別ですけど末梢登記を原則できなそうですよね C、低等権者の承諾をもらえない事例です訴えたってでねませんから善意であればですからこの場合には申請な登記名義の回復で、まあ、B から A に所有権を戻して C の低等権はつきっぱなしだといった処理をしていくことになるわけです。で番 教諭教授による不動産の仮想譲り受け人の一般債権者であって当該不動産を差し押さえたものこれも差し押さえ権者になってるから利害関係になるんです差し押さえ権者になってるから利害関係にです A から B に不動産が譲渡されて、まあ、本当は仮想ですよ仮想で譲渡されてあ B さん不動産ゲットしたならばそっから俺は回収するぜって差し押さえしてる 丸虚偽表示による不動産の仮想譲り受け人の一般債権者 A から B が仮想で売買受けて収支者になった感じ、まあ、外観はありますけれどもその B が収支者になっただっていう外観のもとにもともと B の債権者 C がいる。 その C が保護されるかどうか。A が B に無効主張するときに C が、ちょっと待った俺がいるぜなんていうふうに言える方は言えない。お前何者だと。お前この不動産に関係ねえじゃねえか。俺は B に対して債権持ってるんだいや、債権持ってるかもしれないけど、この不動産には法律上の利害関係ないでしょ。新たに何か権利持ったわけでもないし、ってことで新たに権利取得したわけでもない。はじめから B さん債権者だったし、 それから、この不動産自体に、その仮想売買のものに法律上の利害関係を取得したわけでもないですよね。まあ、こういうことをきちんと確認すると、これは利害関係がないので、第三者には該当しません。抵当権とかつけたり、差し押さえをしたりすればよかったんですが、一般債権者のままでは利害関係はないぞって形になるわけです。ではもう一度上の方に戻っていただいて、丸4番。 競技表示により定当権を取得したものから点て等の設定を受けたこれも転定い等権を新たに取得してますよね丸5番見てください競技表示により債権を作り出したものからその仮想債権を譲り受けたものちょっとこの債権の話結構出てくるので複雑ですので押さえてほしいんですがこの丸5番丸5番というのは丸5番というのは AB 間の債権が虚偽表示で作られた。AB 間の債権が、これ虚偽表示で作られたんです。つまり、債権自体が虚偽表示なんです。債権自体がグルになって作ったことにしてある。つまり、債権なんてないんですよ。それが、債権があるかのように譲渡された。債権があるかのように譲渡された。この C さんは第三者に該当するってことです。 これは C はこの債権の売買によって仮想債権を譲り受けてますから債権の譲り受け人といった法律上の利害関係を取得してますよねしかも AB 官が虚偽表示で債権が作り出されたそれを前提に新たにあじゃあ債権あるならください債権あるならくださいっていうふうに新たにゲットしてるし譲り受けをしてるわけですよだからこれは法律上の新たな利害関係がありますよね AB 館の債権の債権自体が虚偽表示なんですつまり債権自体が本当はないんですよこういう事例ですでは次第三者に該当しないものを見てくださいまず丸六番虚偽表示による土地の仮想譲り受け人が建築した建物を沈釈したもの AB 館で 土地がが売買されたこれたこ表示ですね AB 間で土地が売却されたこれが虚偽表示で B が建物を建築した B が建物を建築しただからこの建物自体は、まあ、B のものですよそれを C が賃借しているでこの時に A が B に無効主張します A が B に無効主張するときに C が「ちょっと待った俺にはそれは主張できねえぜ」って言えるかどうかっていうと言えないって話なぜならば C は利害関係ないでしょいいいやいや,いや利害関係あるじゃないか B が あの売買によって土地をゲットしてその土地に建物を建ててつまり虚偽表示であるこの売買があることを前提に建物を建ててそれを借りてるんだからもしこれ虚偽表示で無効だっていうことになっちゃうと僕、追い出されちゃうんですよ利害関係あるじゃないですかってなりますが最高裁は認めませんでした利害関係があると言え,言えるためには法律上の新たな独立した利害関係必要ですがあなた、法律上の利害関係あるんですか はい。沈釈してます。沈釈してます。何を建物。残念。土地の売買の話してるんだと。AB 官は土地の売買なんだ。あなた土地に利害関係ないでしょ。建物を借りてるだけでしょ。いや、土地が売却無効になったら、B は、まあ、無権利の土地の上に建物を建ててるから、まあ、建物がなくなって追い出されてしまうじゃないか。だから僕は利害関係あるんだ。それは実用の利害関係だと。 土地が、土地の売買が無効であれば、B は不法占拠者になって建物を宗教しなければいけない。その宗教されるから追い出されなくなるんだけども、それはあくまでも事実上の利害関係であって、あなた土地に権利あるんですかないでしょ。建物を借りてるだけであって、土地を借りてるわけじゃないでしょ。土地に何とか権ってついてるんですかついてないでしょってことで、あくまでも事実上の 利害関係であって土地について何か何とか権はないでしょ土地について権利ないでしょってことでこれは第三者には該当しない第三者には該当しないとされましたでテキストの丸六番のとこに土地建物に冒点つまり点々が打ってありますがしっかり押さえてくださいね本試験で まあ不動産の話をしているんですが土地・建物をきちんとこれ読み取らなければいけないまあここは一つの文章の中に土地・建物ってありますからまあいいんですけれどもえ土地・建物を見破らなければいけない権利っていくつかあってまあ例えば土地だけの建物だけに認められる権利とか明け渡し費用とかもそうですねそれから土地・建物をちゃんとこう区別しなければいけない場合があってここもそうですね。今回はまあ土地についての 虚偽表示で建物を賃借しているというところ。もしっかり問題文を読んでください。え丸七番です。虚偽表示により債権譲り受けたものから。取り立て委任の目的で、その債権譲り受けたもの。まあ、これも図を書いておきましょうか。丸七番で。A. が B. に債権がある。 これはちゃんとした債権ですこれはちゃんとした債この AC 間の債権上とが虚偽表示なんです債が表示、まあ、さっきの丸5番と比べてくださいね丸5番は AB 間の債権を作ったこと自体が虚偽表示なんですところが今回はこの AB 間の債権はちゃんとあるんです AB 課の債権はちゃんとあってこの A の C に対する債権譲渡が虚偽表示債権が譲渡されていないんですよこの譲渡が無効なんですよでこの債権をさらに譲り受けた D さんというのは通常第三者ですつまり D は保護されて B に請求できるはずなんですところが今回は単に譲渡を 受けたのではなく、取り立て委任の目的で譲渡を受けた。取り立て委任ってことは、D さんが C から再建譲渡を受けた目的は、C さん、あなた取り立てできないでしょ俺が取り立ててやるよって言って譲り受けてるわけですよ。だから C のために譲り受けてるんですね。まあ、えー、これ、まあ、 まあ、虚偽表示ではあるんですが、まあ、A から C に債権譲渡がありますから C が B に債権者になったように見えますでそれを、C、D が譲り受けてるんですから、まあ、D は独立した債権者に見えます普通はで C が D に普通に債権譲渡したならばそれでいいんですよでも今回は取り立て委任の目的で譲渡してますから C と D の間に独立性がないんです D さんって結局もう本当に C とは関係なくえ債権買ったっていうならともかく C のために 取り立てをするために自分が債権者になったんでしょとあの取り立てをするには債権者になる必要がありますからね弁護士用なんかもありますので、うん、勝手に人の債権の取り立てなんていうのを債権の回収をすることはできませんから、えー、もし B から取り立てをするならば自分が債権者になる弁護士法に違反しないように債権を取り立てるには自分が債権者になればいいわけですよだから俺、ちょ債権者になるあお前のためだからなっ,つってやってるわけです。そうそううは 関係者じゃないですか。独立性ないんですよね。依存してる関係ですよね。ですから、この場合には、デは独立した第三者ではないから、独立して保護する必要はない。判断 C のために譲り受けてるだけじゃないかということで、デーを独立して保護する必要はありませんから、デは第三者に該当しないということになるわけです。では、丸8番見てください。虚偽表示により、債権が譲渡された場合の債務者。 債権が譲渡された場合の債務者これがまたややこしいですがまたじゃあ A と B が債務者としましょうか今回もこの A と B の債権は普通にありますここは供給じゃないんですだからこれ丸五番と違いますこのの A とと B の債権はちゃんとあるこの A が C に上渡したのが虚偽表示なんです。A が C に上渡したのが虚偽表示。AB 化の債権はちゃんとまともに存在しますが、その A が C に上渡したことが虚偽表示なんです。仮想上渡なんですよ。この時に B は第三者かって話なんです。 B が第三者かかいいですか A が C に譲渡したことが虚偽表示だったときにその虚偽、えー、表示による無効を B に主張できるのかつまり第三者に主張できるのか AC 間では無効ですよね譲渡は無効だって A は C に主張できますよ AC 間では無効ですよただそれを B に主張できるのか、まあ、AC 間が無効だとすれば C はほら B はあのちょっとこの AC という当事者とは違うところにいますからこれが第三者かどうかということが 問題となるわけですが判例は第三者とは認めませんでしたつまり無効を B に主張できる無効を B に主張できるなぜかというと第三者と言えるためには虚偽表示であることを前提としてあ契約したんだ まあ本当は仮想売買なのに、仮想譲渡なのに、それが有効であるというふうに信じて、新たに独立した利害関係を作らなければいけませんが、B は、あ、AC 間で譲渡されたんだ !AC 間で譲渡されたんだって新たに取引入ったわけではなく、初め,めからいますよ、そこに初めからいますよつまり、新たに何かしてませんまあ確かに債務者って地位ではありますが、法律の地位ではありますが、新たに、あ、 譲渡されたんだ債務者だ債務者になろうってなったわけではなくて、初めから債務者ですよね。だから、新たに利害関係に入ってないんです。初めから債務者なんです。虚偽表示である、虚偽表示のその向こうの譲渡を有効であるなんて信じて、新たに何かゲットしてないですよね。 新たに利害関係入ってないですよね。初めから債務者としているわけだから利害関係にではない,ないんだ。第三者には該当しないんだということになるわけです。まあ、つまり、A は C に対して無効主張できます。C さん、あなたは虚偽用事の譲り受け人なんだから、本当に債権者じゃないからね。債権者じゃないからねっていうふうに C には主張できるし、C には主張できるし、 無効だとということを B にも主張できる A、C 間の譲渡が無効だというものを無効だということを B にも主張できるですから A は C に対する譲渡は無効だから僕に払ってください C に対する譲渡は無効だから僕に払ってくださいと B に言えるってこと C に対する譲渡は無効だから僕に払ってくださいと B に言えるんだということになります。 無効を B に主張できるってこともし B が第三者であれば、無効を主張することができませんが、第三者には主張することができませんが、B がえ第三者ではないということは、AC 間の無効を B に主張できるんだということになります。まあ、ただ、あのまあ、そこまで細かいことはいいですが、テキストに書いていないですけど、 B がすでに弁済なんかしている場合には除かれるということですね B が弁済等の債務消滅行為をしている場合には除かれますだからもう B が死に払っちゃったとかであれば、まあ、この判例は適用されませんちょっとメモをするならしてくださいただし弁済等債務消滅行為がされている場合は除くただし弁済等債務消滅行為がされている場合は除くただし弁済等,等の債務消滅行為がされている場合は除くということです まあ過去問でも平成24年かなその文言は出てきたことはあるんですが、まあ、それ主要ポイントではないので一応メモはしましたけど、まあ、そこが引っ掛けポイントになることはないとは思いますただし弁済等債務消滅行為がされている場合は除くと、まあ、正確性を期すために過去問には文言としては入っておりましたが、まあ、そこを聞いてくるとは思えないですが一応書いておきましょうさあよろしいでしょうか あとは、3番、次のページで第三者の善意、これ善意ですね、さっき言ったように、昔であることは不要ですわざとやった悪い人、わざと嘘をついた人との対応で言うと、シーソーゲームでは善意で保護されるわけですあとは87ページの一番下の4番で、第三者の対抗要件の有ということで、登記はいりません、登記引き渡しなどの対抗要件は、第三者が保護されるためにはいりません、ただこれは後でまた物件のところで詳しくやります。 取消後の第三者とかそういう話とも関連する話ですから後でやりましょうでは88ページかっこ5番第三者からの転得者の地位第三者からの転得者の地位第三者が保護されるとしてもその後の転得者は保護されるのか第三者が保護されるとしてもその後の転得者は保護されるのかこれ2つのタイプがあります1つ目が悪意者からの転得者 悪意者者からの転得者つまり例題の1を見てください A と B が通報して A 所有の公土地を B に売却したかのように仮装したところ B は公土地を悪意の C に売却しさらに C は善意の D に売却した A と B がこれ虚偽表示ですよね A と B が虚偽表示「虚って書いてありますね で C が善意の第三者善意の第三者じゃなくて悪意なんですだから皆さんこれいくら B から C に転売されて確かに新たな独立した法律の理解関係は取得してますが悪意は保護されないですね悪意は保護されないで今回悪意から D が買ったんですが D が善意なんですこの D さんが善意の第三者に該当するか さあこれは2行を見てください判例は中間者が悪意であっても最初に出現した前者転得者は94条2項の第三者に含まれて保護されるんだなぜならば転得者であっても保護すべき要請は直接の第三者の場合と変わらないあの D が AB 間の契約有効なんだで B から C が買ったんだ って思ってるのであれば保護する要請変わらないってことなんです。つまり D だって AB 間が有効だとは思ってるわけです。AB 間の契約有効だ。A から B が買ったんだ。あ、だから B から C に来て僕は買ったんだと思ってるわけですから、D を保護する要請は直接 C が AB 間が有効だと思っている人と D が AB 間が有効だと思っているならばそれは変わらないわけですよ。 だから直接の第三者 C が保護されるように、まあ、今回悪意だから保護されませんが転得者 D も善意の第三者として保護されるんだということになりますこれ次回やる表権代理と実は比較する必要がありますが、うん、表権代理それは次回のお楽しみにということにしておきましょうここは有名だと思いますが D は保護されるんだ直接の第三者として保護されるんだだから A は C に対しては無効主張することができたんだけれども、D が出てきたら D には主張できないと言ったことになります。で、今度は逆で、例題の2。A と B が通報して、A 所有の公土地を B に売却したかのように仮想したところ、B はその土地を善意の C に売却し、さらに C は悪意の D に売却した。 AB 間の売買が無効であることを D に対抗し D に対して土地の明け渡しを請求することができるのかで今度は C が善意 D が悪意ですでこれは簡単 説の絶対的構成でいきましょうで私も昔はですねこの「絶対的公正」と「相対的構成まあ過去問なんかでも学説問題がありましたから結構しつこく教えてたんですけどももうここ最近学説問題は出ない傾向にありますね、まあ、憲法ぐらいはやった方がいいかなというふうには思いますが、まあ、憲法以外の学説はもうほぼ絶滅をしております。まあ、憲法の場合にはあの要は要例がないと 判例問題作れないですよねで、まあ、問題というのは条文問題から判例問題ですから知識っていうのはあ、まあ、午後の部だと先例がありますがそうすると例えば憲法なんていうのは判例がない分野っていっぱいあるわけですよ判例がない論点っていっぱいあるそうすると知識問題としては出せないから学説で出すしかないということで重要分野だけども判例がなければ学説で出すという考え方は一つあるわけですが民法なんかの場合にもう学説問題を出す。 意味っていいうのは多分ほぼないんですよねだから、まあ、学説問題は基本的に絶滅したと考えてもうこれは A 説の結論をしっかり判例の結論を押さえればいいというふうに思います。 もうこの時代は。善意の第三者である C が、絶対的確定的に権利を取得。ちょっと画面見てもらうと、この D が登場する前に、AB が虚偽表示で、C が保護される。はい !C さんゲットよかったねあんた所有者ですっていう風にゲットしたわけだから、ここでもうこの虚偽表示事件は終わりなわけですよ。C の勝ちで終わり。だから C がもう確定的に権利取得するんだから、C が所有者なんだから C から買った人は承継取得できるわけです。 もうデーが悪意とかも関係ありません。もう C が確定的に取得した以上、もう拒否表示事件終わりなんですよ。だからもう悪意だろうが何だろうが、所有者からは承継取得できるんです。所有者からはボールが流ってくるわけですよ。だからもうデーが悪意とか関係ないんです。もう C が確定的に取得したんだから、そこからボールが投げられる以上デーは権利をゲットできるんですね。というわけで、えー、C は権利をゲットできる。えー、あ、C は、あのー、 C が保護される以上 C からの譲り受け人は問題なく権利をゲットできるんだという絶対的構成が判例の立場というふうに押さえておいてくださいまあ基本的に民法は絶対的公正大好きですから事件も早く解決できるしはい C の勝ちで終わりなんですよ ももうそれ以降考えなくていいんですもう C がゲットしたんだから D もゲットできるよ C が取得したんだから D もゲットできるよと考えればいいので判例は絶対的構成大好きですだから基本的に転得者の問題が出てきたらこの絶対的構成を取ります差害行為取消権のところはちょっと独自の理論ですから注意しなければいけませんがあとはもう基本的に絶対的構成です、まあ、そんな形で押さえておいてくださいで 次。これが94条2項の虚偽表示の第三者のお話。虚偽表示の第三者のお話ということになりました。では次は89ページの四角の5。94条2項の累積適用。さあこれ何の話かっていうと、括弧1番、94条2項の累積適用の意義。 民法94条2項は権利外観法理が現れた条文の一つだまた権利外観法理の表れとしての条文は93条2項110条などの数多く存在するあの今日最初にお話した権利外観法理っていうまああの A が奇跡性があって B が権利者っぽい外観があるで C がそれを信じたんだから C を保護しようよっていう考え方これ権利外観法理ですがその現れた条文って110条とか93条2個とか94条2個とかいろいろあるんですが実は90あの権利外観法理自体を規定した条文ってないわけです権利外観法理っていうか,かっこいい理論があってそれから生み出された理論って あの条文はいっぱいあるんですけど権利外観法理という法理自体を規定した条文がないわけです。だからですね例えば、まあ、権利外観法理、まあ圏外っていう、まあ、理論があるとしてこの理論を規定した条文ってないわけですよ。ただ個々の えー、例えばですね94条2項とか110条とかそういう規定はあるんですけれども権利外観法律を規定した条文はないだから94条2項とか110条とか勉強する時に「権利外観法律から生まれた条文ですね」とか勉強するんですけどじゃあ個々の条文がないけれどもこういうところで個々の条文はないけれどもああこれ権利外観法律だから死を保護したい権利外観法律だから死を保護したいと思った時にどうするかっていうと。 まあ法律を勉強していれば、ああ、それは権利外観法律だから、A じゃなくて C を保護した方が思想ゲームでいいんじゃないってなりますけど、それを判例が言えるかと言えないわけです。権利外観法律で C の勝ち、A, の弁 A は怒りますよ。何だ、権利外観法律だって、え民法何条に書いてあるんだ、いや、書いてない、書いてないけど、法律の大事な理論だ。 裁判所は法律に書いてない理論だとか言って使うのかって話になりますからこれは条文の根拠必要になりますそこでどうするかというとこの94条2項を94条2項は虚偽表示の第三者ですが虚偽表示の第三者に限定せずこれを類推して使っていくんですだから面白いことに94条2項は権利外観法理から生み出された 条文の一つではあるんですがそれを類推する形で権利外観法理一般の規定として使っていくこれが94条2項類推っていう考え方なんですね90ページの頭の4行ぐらいに書いてありますちょっと読んでみてくださいどうぞ AB 間に虚偽表示という明確な、まあ、94条2項に適用されるケースがなかったとしてもあもちろん AB 間に虚偽表示があれば94条2項そのまま直接適用ですそうではなくて AB 間に虚偽表示がないけれども権利外観法理を使うんだって時には C を保護するために権利外観法理の一般理論を使うそれが94条2項類推なんだってことだからもちろんこのケースは90ページの括弧2番この3つの要件が必要です 奇跡性外観善意 A の奇跡、B、のの性 B 外外観観 C の善意です、まあ、外観は別に登記である必要はありません飼、えー、い主だとかいう外観だってもちろんそれは外観ですだから奇跡性で権利者っぽい外観それから第三者の善意、えー、この3つの要件があれば C が保護されるんだああいった形になりますまあ動産であれば即時取得ですけど、まあ、不動産であればこの原理外観法理が適用されます で、カッコ3番、具体的事例が書いてありますが、基本的には A の奇跡性があるかどうか。例題の1を見ると1行目。B が無断で、B が無断で自己名義にしてますから、A が、えー、あ、A が B に無断で、えー、公土地の登記名義を B 名義にしているって書いてありますから、 まあごめんなさい B に無断でってことは A がやってるわけですよ。だから A が外観作ってる A に奇跡性ありますね。A が外観作ってる A に奇跡性がある。だからこの場合にはあ無権利者から買った C だから保護しないボールが流ってこないではなく A が奇跡性あるじゃないか C は保護すべきじゃないかってことで A の奇跡性 A が B 名義にしたんじゃん。A が B 名義にしたんじゃんって奇跡性とそれから C の善意を汲み取っていただいて C ー,ーゲームで C を保護していくんだってことになります。 例題の2も見てください。例題の2と例題の3はもう過去問にそのまま出た事例で、例題の2は、これ B が B 名義にしたので、A が作ったわけではありませんが、A がそれを知りながら4年余り放置をした。これが奇跡性です。A が知りながら B 名義になってるのを知りながら、これは、 あの、固定資産税もかかってこないし、いいわ、みたいな。そのうちほとぼり冷めたら請求しよう、みたいな感じで、4年余りにわたって放置していた。これが奇跡性と最高裁に見られたわけです。黙認ですよね。で、それから例題の3。これは B が B 名義にしたんですけど、B が B 名義にしたんですけど、直ちに B が C に言った。放置と言った奇跡性がない。放置と言った奇跡性がない。 え、これが例題の3です。だから、この場合には権利外観法理が適用されないというところで、えこの94条2項類推の場合には、このようにえ奇跡性外観全員え、この要件をしっかり。確認していただいて、えー、a か c かというのを判断して形になります。例題の4。これ見ていきましょう。例題の4。a は自己所有のコート値について。 B との間で通報して売買予約をし B 名義の虚偽の仮登記を策した A と B で売買したわけではありませんが仮登記はした A と B で売買したわけではありませんが B の仮登記を許してあげたんですねまあ仮登記というのは売買予約などをすればすることができますが、えー、その売買予約もしてないわけですよ 売買役はををして仮を作ったわけですだからこの B の仮登記の外観については A に奇跡性があります仮登記の奇跡性については A に奇跡性があります奇跡性ですねその後 B が A の印鑑を無断使用し勝手に当該仮登記を本登記に直し高土地を C に売却した。 これを本登期にしたのは B がやったので A の軌跡性ないんですよ仮登記を本登期したのは B がやったのであって A の軌跡性ありません A の軌跡性は仮登記の分しかないんですそうすると本登期にしたら B は権利者っぽい外観がありますから C がこれを買ったよって話ですさあこの時に C は高土地の所有権を取得することができるのか C は A の修物であることについては善意であったが過失があった今回過失があったという事例です権利外観法理を普通使う時には C は善意でいいんですところがこの判例は善意無過失を要求しました C に善意無過失を要求した判例なんですですから今回は過失があったから C は保護されない過失があったから C は保護されないっていことで無過失を要求されたんだ C に無過失が要求されたんだという事例になります で普通の権利外観法理っていうのは A に制規性が要求されて外観についての制規性が要求されて外観の制規性 C に善意が要求されるんですよ C ー,ーゲームです今回 A の規制弱い 普通は外観についての奇跡性が要求されますが、今回外観は本当期なんです。C が本当期を信じて取引したんです。でもその外観についての奇跡性は A にないんですよ。その本当期する前の仮登期についての奇跡性しかないですから、言ってみれば、A、そんなに悪くない。弱い。奇跡性が弱い。C ー,ー,ーム A の奇跡性が少ないんだったら、よっぽどいい C だけ保護しよう。A の奇跡性が弱いんだったら、 よっぽどいい C だけ保護しようってことで、シーソーゲームに載せると、A がそんなに悪くないから C に全意無過失を要求した。というようなシーソーゲームなんだというふうに思ってください。A がそんなに悪くないからすごくいい C だけ保護する。 A がそんなに悪くないからよっぽどい、e、い C だけ保護するってことで A の奇跡性が弱い分仮頭期の奇跡性しかないその外観全部の奇跡性ではなく外観の途中までの奇跡性しかないですからよっぽどい、e、い C のみを保護するってことで C の保護要件が全員無過失になりますということを押さえてくださいさあ92ページの頭を見ていただければ OK です 最初の四行が覚えるべき理論で、次の四行が今言った理屈が書いてあります。シーソーゲームです。シーソーゲーム。 でここで110条って言葉が出てくるのはそんな気にしないでください、これはその94条2項には善意としか書いてないからどっから無価出てきたんだって裁判で問題になるからちゃんと110条って入れて無価値が引っ張り出せるようにしただけです。 だから、まあ、権利外観法理のこの理屈今言ったシーソーゲームを最高裁が考えたわけですでもその時に94条2項だけを根拠にすると無価質が引っ張り出せないので110条も使って無価質を自然に引っ張り出しただからこの110条を出したのは法技術っていうふうによく呼ばれますけれども94条2項だけでは無価質が引っ張り出されませんから110条も一緒にこう載せたよってことです まあそんな形で押さえてくださいよろしいでしょうか次は「錯誤」ですね錯誤、まあ、は令和3年など試験に出ておりますので見ていきましょうか勉強進んでますでしょうか4番「錯誤」1「錯誤」の意義なんですが錯誤とは表意者の認識判断と現実の客観的事実の間に食い違いが存在しそのことに表意者が気づいていない さあうんまあ、勘違いをしているんですが、まあ、勘違いですよね言い間違い、勘違い、思い違いですさあうん心にないことを言ってる例えば欲しくないのに欲しいと言ってるわけですがじゃあその嘘つきとは何が違うのかというと本人が気づいていないことなんです本人が気づいていないことだからわざと嘘をついていたら心理療法ですけど間違ってるだけなんです言い間違いですよね近くのに錯誤の類型は 意思の不存在の策語と基礎事情の策語。この基礎事情の策語が、いわゆる動機の策語ってやつで、意思と表示に勘違いがあるわけではないですが、その意思を形成するプロセスに策語があるパターンです。まあ、カッコ1。意思不存在の策語とは、まあ、意思不存在の策語とは、意思表示に対応する意思を書く場合の策語。下から2行目。鉛筆を1本買いたいのに1ダースくださいと。これはもう、 1ダ、えースと,と思っっちゃってるんですねダースくださいというのは12本くださいという表示ですが本人は12本欲しいとは思ってないわけですよ。で本人も気づいてないからこれは錯誤ってことになります。で、えー、その下にはもっとマニアックな事例が載っていて、えー、旅行会社で兵庫県の相生駅までのチケットを買おうと考え相生駅までのチケットくださいって言って群馬県の相生まで買ったみたいなそういう話ではありますけれども誰も知らないですよね。私の 高校の時に使っていた駅が相生いいていうこの駅なんですけれども、ちっちゃな駅で、そこから毎日、隣町まで通ってましたけれども、いいですよ、それは。ということで、そういう錯誤の事例ですが、これが医師の不存在の錯誤といった形になります。で、93ページの括弧2番、起訴事情の錯誤が、起訴事情の錯誤とは、もう、表示者が法律行為の基礎とした事情についての認識が、 真実に反する錯誤だからこの土地が欲しいと思ってこの土地をくださいと言ったけれども近くに駅ができるからという動機の部分に錯誤があるその一生児をした基礎事情の部分に錯誤があるものが基礎事情の錯誤ということになりますさあこのような錯誤なんですけれども取り消しができる要件として93ページの四角の3錯誤の要件まあがあることかっに重要性錯誤が認められるためにはその錯誤が 法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであることが必要ですだからもうどうでもいい勘違いえそんな端っこの部分の勘違いなんていう場合にはそれを取り消し主張はできないんですねで法律行為の目的取引の社会通念ってことは93ページの下の2行その錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかったであろうし表意者以外の一般人でも通常は意思表示をしないであろう 一般人ででもってことは客観的な重要性です当事者がその端っこのどうでもいい部分を重要だと思っていただけではなく一般人もそれが重要だあそこに勘違いがあったら普通は申し込まないよねっていうふうに思っていたことが必要です当事者だけではなく一般人でもってことは客観的な重要性が必要です94ページ括弧3番基礎事情の 表示基礎事情の錯誤その動機の錯誤の場合にはその事情が法律行為の基礎となったことが表示されている必要がありますまあ目次の表示でもいいですが表示されていることが必要です動機っていうのは本来意思表示の替えの外ですからそれがきちんと相手に表示されていて初めてこう意思表示の基礎に使えるんですね ですからその次に書いてありますが鉄道の駅は近くにできるから買いたいんだってことを態度に出すなり口に出すなりして示していたことが必要になります。で次重過失がないこと重過失がないこと作業が認められるためには作業に陥ったことについて表依者に重過失がないことが必要です。 まあ勘違いってことはある程度、まあ、過失というか、えー、勘違いに陥ったという落ち度があるわけですがただ、重過失なんですえ普通そんな勘違いしないでしょと普通そんな勘違いしないでしょって場合にはさすがに取り消しの主張はできないんだって形になります相手を犠牲にしてまで取り消しを認める必要がないからです、まあ、例えば図に書くと A がもう重過失だから三角まあ書きますよ でそうすると、もうこんな勘違いがある人を相手方、ほら相手方何の落ち度もないですから相手方、丸と三角をシーソーゲームすればそれはもう重過失ある人の負けでしょってことで相手方をむしろ保護していく必要がありますね、これ取り消ししよう、できません。取り消しをするってことは 買買った相手が買えなくなくりますからねそ重過失と何の落ち度もない相手方を比べれば重過失者を保護することはないよねってことで取り消しはできないんだということになります相手を犠牲にしてまでその重過失があるような A さんを取り消しで保護する必要はないからだって形になるわけです。 まあこれもよく言うんですけど、錯誤の売買ってよくインターネットの売買の場合に起こるんですねあの、インターネットで赤なのに間違ってクリックして青をしちゃったとか、10個って入れようと思ったら100個って入れちゃったとか、いやそれがじゅあの過失、まあ、じゃあそれで錯誤の取り消しができるのかというと、大抵できないんですよ、インターネットの場合には。あのまあ、民法の特例の法律があって、インターネット用の,その法律があってあの、インターネットの売買って、 確認画面が出てきますすよねで本当にこれででいいいでかみたいなあの確認画面って親切で出しているというよりは確認画面出して確認したんだからあんた重過失があるでしょってことなんです。ですからえもうインターネットで基本的に、えー、いや本当は10個なのに100個って入れちゃったんですけどじゃあ、錯誤で勘違いだから取り消しできますか確認画面出したでしょって言われて終わりなんですよ。確認画面で 100個って確認したにもかかわらず、OK をしたんだから、重過失があるから取り消せないようで終わりです。もちろん、商売だから相手がいいですよって言ってくれるケースもあるかもしれませんが、あくまでもサービスですから、もし争い事とになったら、確認画面が出ていたら負けですよ、基本的に。いう話になります。ただ、重過失がある場合だったとしても、カッコ4番の2段落目、次の場合には、ただし次の場合には、表依者に、 重過失があっても、表依者は錯誤による取り消しを主張することができると書いてあります。丸書相手方がます。者に錯誤あることを知りまたは重過失によって知らなてったとき相手が悪意ですよ、皆さん。相手がほら丸じゃなくて悪意、これはもう取り消ししていいですよね。A と B はほら罰の負けですよ。あるいはは重過失ってことは愛顧です ってことは原則に戻って取り消しを認めるということでシーソーゲームで相手が悪意だったり重過失だったりした場合にはシーソーゲームで,アイ,コでアイコだったり A の勝ちだったりしますから A の取り消しを認めるといった形になります。 あくまでも重過失があるから取り消しができないというのは相手を保護するためですから相手が悪意だったり重過失だったりあこの人勘違いしてるなんて悪意になったらその相手方を保護する必要ないですよねですからあこの人近くに駅ができるって勘違いしてるざまあ見ろとか思ってればそんな B さんを保護する必要ないですからあこれは A の取り消しを認めるんだといった形になりますあとは二番で相手方が表依者と同一の錯誤に陥っていた この場合にも、えー、これ共通錯誤共通錯誤と言いますがお互いあ、俺たち勘違いしていたねって言ったら誰も保護する必要ないですから取り消し、まあ、保護する必要ないというか、えー、共通の策に陥っていた以上、えー、契約を維持する必要ないから取り消しを認めるということになるわけです。 さあ、昨後、もう一度ちょっと条文と照らし合わせて、これらの要件を確認しておいてください。複雑ですから、ちょっともう一度見ておいてくださいね。で、95ページの方ですが、4番、昨後の当事者間での効果はもちろん取り消しですね。で、5番、昨後の第三者に対する効果として、昨後による取り消しは、善意無可失の第三者に対抗することができない。第三者は、善意無可失で保護されます。単なる善意では保護されません。 心理留保と虚偽表示は、相手方が善意で保護され、第三者は善意で保護されますが、作語は、第三者の保護要件は全意無可です。第三者の保護,保護要件は全意無可です。心理留保と虚偽表示は、A さん、わざと嘘ついてます。わざと嘘ついてます。善意で保護されます。C は。作語の A さん。 わざと嘘ついてるわけじゃないんですよ。落ち度はありますけど。落ち度はありますけど。わざと嘘ついてるわけじゃない。落ち度あるんだから、第三者、うん、全員無過失ならシーソーゲームでいいでしょうってことで、全員無過失で保護する。わざと嘘ついてるのよりは、わざと嘘ついてるよりは、まあそんなに悪くないんですね。だから相手がよっぽどいい、全員無過失だけ保護しよう。わざと嘘ついてるんだったら全員者で保護しますが、落ち度があるぐらいだから、全員無過失やないと保護しないって形になります。 で5番の詐欺見てくださいでこれも細かいことはもうやりませんが詐欺96ページ3番、まあ、原則として詐欺による思表示は取り消すことができますただし第三者詐欺は気をつけてくださいね第三者詐欺は相手方が詐欺の事実を知りまたは知ることができた時に限り取り消すことができますつまり相手方が善意無可欠の場合には取り消しが制限されます 詐欺って何で取り消せるかっていうと基本的に例えば A と B が詐欺で B が A を詐欺した時にどうして取り消せるかっていうと B が悪いやつだからです詐欺師だからですだからこの場合には A が取り消せるんですで詐欺っていうのは落ち度があると考えられますだから三角にしましょう落ち度がある詐欺は落ち度があるだってこれはよく 詐欺に騙されないでくださいいとかかかテレビででやってるじゃないですかだから騙される人もちょっと悪いよねっていうのが民法の発想なんですだからまあ落ち度があるんですよただ落ち度があるけど詐欺師に対して気を使い必要ありませんからこれ取り消せるんですただし B が詐欺師、まあ、詐欺師はもう20罰ぐらいつけておきますから、B が詐欺師で、A が騙されたにも落ち度がありますで、C と契約しました、まあ、過去問題の事例でいうと、えー、製薬会社から騙されてドラッグストアで買ったってことですよ。ですから、この場合には、ほら、相手が詐欺師ではないから、相手が全員無価値だったら、シーソーゲームで取り消せないんです。 とということなんですねで相手が善意無過失ないよ過失があるよって場合には愛子ですから、まあ、原則に戻って取り消せるんですよ。ということで相手が善意無過失だったら取り消せない相手がまあ過失があったり悪意だったら取り消せるといった形になります相手が過失だったりあとは罰だったりすれば A は取り消せるって形になります。このように まあ第三者詐欺の場合には相手が詐欺師なわけではないから取り消しが制限されて、まあ、相手が全員無可失丸,丸のケースだったら取り消せないよという形になるんだというふうに押さえておいてくださいであとは97ページの四角の4詐欺による意思表示の第三者に対する効果詐欺による取り消しは全員無可失の第三者に対抗することができない第三者保護要件は全員無可失です 第三者保護要件は全員無可失。錯誤と一緒。だからグループ分けできましたね。心理留保虚偽表示は第三者保護要件全員。それから、錯誤、詐欺。これは第三者保護要件全員無可失。共通点ありますね。落ち度計。落ち度計。A さん、勘違いしてる落ち度あるよね。A さん、騙されてる落ち度あるよね。落ち度がある人とシーソーゲームになったら、全員無可失なら保護されるんです。 落ち度がある人とのシーソーゲームの場合には、まあ、そんなに悪くないからあんた全員昔だったら保護するよ相手,あ相手がうそつきだったら全員で保護するけど落ち度があるだけだったら全員昔じゃないと保護しないからねっていうことで、えー、詐欺の第三者は全員昔で保護されますで6番脅迫脅迫とは害悪を告知することで相手を怖がらせ一生児をさせること98ページ 脅迫の効果なんですが、脅迫に一生時は常に取り消すことができる。常にっていうのは、第三者の脅迫でも取り消せる。第三者の脅迫でも取り消せるってこと。第三者詐欺は取り消せるときが制限されてますが、第三者の脅迫は常に取り消せます。第三者の脅迫は常に取り消せます。民法は、 脅された人には落ち度がないと考えます。脅された人には落ち度がない。あら、壺変えや壺変えや脅されて悪くないんですよ。脅す人が100%悪いのであって、脅された人は全く悪くない。騙された人には落ち度を認めるんです。脅された人には落ち度を認めないんです。だから常に取り消せる。第三者脅迫。いや、かわいそうだから取り消し認める。相手をもう保護しません。 かわいそうだから取り消し認める。落ち度ないですからね。シーソーゲームで必ず勝つんですよ。で、第三者保護要件。A と C をシーソーゲームに乗せます。A さん、落ち度ない。あれの勝ち。もう、落ち度がないから、シーソーゲームで負けないんですよ。だから C は保護されません。 A が脅迫されました、B に売却しましたで、B が C に売却しました、A が取り消しました、C さんの負けです、もう落ち度がないんだから A の勝ち、落ち度がないんだから A の勝ち、権利外観法にも出てこないんです、A に責性ないから。ということで、A には全く落ち度がないから、A は常に保護されるし、第三者にも対抗できる。 というわけで、この一生児の場合の第三者保護要件をしっかり区別しておいてくださいね、こういうのも、まあ、基礎中の基礎かもしれませんけれども、まあ、本試験で出てきたときにすぐに思い出せるように、その回路を作っておいてくださいね、A さんがわざと嘘ついた系の場合には善意で保護される、落ち度系の人には善意無可知で保護される、全く落ち度がない、落とされた人、脅迫された人には第三者保護規定はないんだと言った。 あところでしっかり頭から出せるようにしておくと,ということが必要になりますでは100ページ以降、えーっとですねまあ、取り消しで105ページのところで「追認」というのがありますが。 まあ追認というのは取り消すことができる行為を確定的に有効なものとする一方的な必要事のことであるつまり取り消し権者が取り消さないものと決めることであり取り消し権の放棄なんだこの取り消し権の放棄取り消し権の放棄というのをしっかり押さえておく必要があります取り消し権の放棄ということは取り消される 行為のの時に俺はもうう取り消さなないいからねっていうのが追認なんですだから、まあ、106ページの括弧5番のところで「追認をすると法律は有効に確定する」で取り消し得る法律を言ったと未成年取り消しができますよとか詐欺取り消しができますよって時には別に取り消さなければ初めから有効なんですよ。 追認をしたから有効になった。追認をしたから有効になったわけではなく、初めから有効な契約を追認することで取り消しませんよ。というふうに言ってるんですね。だから別に無効な契約を追認して有効にするパワーがあるわけではありません。追認っていうのは、もう今から無効なものを有効にしますって効果はないんですよ。初めから有効なもの。取り消すかもしんないけど有効。取り消したら無効になるけど有効。あの、未成年売買って別に、 あの同意がなくてだって有効は有効効はんですよ取り消されるだけででも有効なで取り消したら無効になりますその取り消しができなくなるってことは今まで取り消されるかもしれない有効なものを確定的に有効にするってことなんですよねだから追認をすると法律行為は有効に確定すると言ってるのであってほらつまりもはや取り消すことができなくなる取り消すことができなくなるということです あの無効でなくなるとかえ、追認したから有効になりましたってことではなく、初めから一応有効なんですよ、取り消すかもしれないけど、取り消されるかもしれないけど、一応有効だというものを確定的に有効にする、一応有効なものを確定的に有効にするというのが、追認の効果なんだってことことになりますで。ちょっとですね、例えば、A と B がいて、 B が A を詐欺しましたで詐欺による売買をしました A が不動産を持っていて詐欺による売買をしましたこれは A さんは取り消しができますよね A さんは取り消しができますよね ところが A さんは取り消す前に C に売りました取り消す前に C に売りました取り消す前に C に売りましたでその後 B が B に対して A は言ったんです「追認します」と。 この売買を追認しますとさあこれは B と C どっちが勝ちますか B は追認してもらったんだから、まあ、詐欺を脱却した後ですよで詐欺を脱却した後に追認されたんだから俺は売買が有効になったぞって言えるわけですで C は売買受けてるわけですからもちろん飼い主ですよさあどっちが勝つのかさあこの122条っていうのは 実は改正前は改正前はというのは、あれですね、債、え、権、ー、改正前は、えっと、まあ、今年の6法であれば、まだ債権改正前の条文がありますけど、これが新しい条文で、えー、取り消すことができる行為は120条に規定するものが追認したときは、取り消すことができなくなると。 いうことで、まあ、取消し権の法規に該当しますで、改正前は、ただし、追認によって第三者の権利を害することはできないということで、第三者保護規定があったんですが、これがなくなってます、第三者保護規定があったんですが、なくなってますじゃあ、これ、第三者保護されないのかという問題が起こるんです、第三者保護されなくなったのか、で実はこれ、第三者保護規定、使わないんです。 まあないし今ないしで今ないんですがもともと使わなかったんですもともと使わない無用な長物だからなくしたんですもともと使わない無用な長物だからなくしたんです正し書き使うことないよね、まあ、ほぼなかったんですよでどうしてかというとこれ第三者保護規定使わないんですかと使いませんどうしてかっていうとこれ追認をするとこの売買が初めから有効になりますから A から B に初めから売買したのと一緒ですよね 有効な売買したのと一緒。まあ、取り消しされるときには取り消しがあり得ますが、もう取り消しされなくなっただけで別に新しい何か行為をしたわけではなく、この AB 化の売買が初め,に遡って、まあ、初めに遡って、初めから有効だったものが確定的に有効になります。で、でも、遡って、 はじめから有効だった。もう取り消せなくなるよってことではあるんですが、でも A から C に売却してるんだから C は第三者規定がない以上保護されないんですかっうとそうではなく、いいですかえこの追認が AB 間の契約が取り消されなくなくするってことは、取り消されなくするということは AB 間の売買が有効で AC 間の売買も有効ですから、これ普通に177条で先に登記した方が勝つわけです。だからもし、えこの C が えー、売却受けて登記をすれば正し書きではなく条ででの価値なんですよあのその第三者が、えーですね、保護されるというのはあくまでもよく訴求項から第三者を保護する規定ですがこれは別に、えー、追認に訴求項があるわけではなく,もう取,り消なく取り消しができなくなるだけですからもう AB 間が 売買がありましたっていうことにだから AB 間で売買があって AC 間で売買があって先に登記はした方が勝ちという話になるだけですね。というわけで、えー、追認に関しては、まあ、再建法改正前の第三者法規定がないですけれどもそれは別に意味があるわけではなく第三者との関係は対抗関係で決まる第三者との関係は対抗関係で決まるといった形で、えー、押さえていただければいいだろうという,ふうに思います。よろししいでしょうか ではあとは法定追認の話とですねそれから110ページは現状回復義務のところになりますが今日はここまでですねで現状回復義務は今年、本試験出ましたね、えー、っと一番下の制限行為能力の場合の110ページのところが出たというふうに思いますので、えー、括弧一番の無償行為なんかの場合にも現存利益で返せばいいんだああいったところもしっかり押さえておけばいいだろうというふうに思いますでは今日はここまでにしましょう で今回はです、ねえー、とまだ入り口のところですから。 まあそんなに難しい論点はなかったかという,ふうには思いますけれども一つ一つ、こういうところも正確に抑えることによって合格が確実になっていきますで次回は代理、それから時効のところですから少し深い論点にも入っていきますし講義の方も少しペースアップ,ペースアップをしていきますですからまあ予習をする方は今日の講義を聞いて予習した方がいいなという方はしっかり予習をしていただいて、まあ、読み込んでくればいいです。まあ読んで 来てくださいで、そうじゃなくて大丈夫だよって方は復習と演習の方ですね、えー、力をお回していただけると思いますさあちょっと大変な講義だと思います1回100ページ近く進みますし復習も読み込みもしなければいけませんが大変だと思いますただこの時期にちゃんと土台を作っておけば あの本当に演習が効率的にできるようになりますからちょっと大変ではありますけどもうやるならば受かりましょうもう来年必ず受かるようにもう一緒にですね年内のところでもう知識をもう全部土台にして、えー、年明け、演習ができるようにしていきたいと思いますからぜひもう、まあ、今日、復習するっていうことはやると思うんですけれどもこれを毎回、えー、講義。 供託法司法省まで、もう毎回やっていきましょうよ。もう大変かもしれないけれども、えー、今、土台作っておく。もう年明けから、もう逆転しようって、なかなか難しくなっちゃいますから。もう今、しっかり土台を作って、合格目指して頑張っていきましょう。では、今日はこれまでします。また次回、一緒に頑張っていきましょう。お疲れ様でした。